おでこ、めっちゃおでこ、うん、そう、喋り足んない、喋り足んないっていうか、どうしようかねと思ってさ、これからの話がしたいね。お茶箱入れてない。猫が来た。ね、これめっちゃうまい。めっちゃうまいこれ。タクシーありがとう。サムネの画像いく。サムネは。サムネかわいいでしょ。ポツン。みんな寂しいかなと思って。豆乳美味しいよね。そう、豆乳コーヒーいつもこうやってざっくり作ってた。夜のコーヒー眠れなくならない？まだ寝ないよ。こんばんは。ソイラテ飲んでた。寂しかったよ。30分後にあれ、モノ君も配信やるから、それまでやるかな。で、みんなモノくんのゲーム配信見ながら寝落ちしてください。こんばんち。結構耐える。そう、結構耐える。まあでもフルフルで入れてないけど、クスタバの過去の。あれよ。あれ。あれ。ネイルかわいい。ネイルね、そう。バモンで撮影があったから、そう、バモンの原っぱライブが6月10日にあるんだけど、あれはね、収録したの。収録なんだけど、その分多分音響環境とかもかなりしっかりちゃんと撮れたから、リアルタイムで。バモの動画見てたから幸せ。よかった。かまってファン供給がえぐい。私あれとケーキ食べるね。この時間にケーキ食べるね。晩ご飯も食べたんだけど、ケーキ食べるね。全然すっぴんじゃないの。めっちゃメイクしてる、これ。カフェラテとケーキで仕上げていきます。うん、今日誕生日おめでとう。ハッピーバースデーサトシー。ハッピーバースデーサトシー。もう一人今日誕生日だって言ってた子いたな。ここに来ないかな。ツイッターで言おうかな。またおめ。どこの腹パンか気になる。それはね、みんなの心の中にあるから。こんな可愛い人見たことない。本当に言ってる。本当に言ってる。この状態で。それはもう運命だね。このビジュアルが好みっていうのは多分なかなかいないよ。いつも可愛い。ほんま？これが11月12日。そう、今さ、誕生日を祝うかどうか悩んでる。なんかさ、なんだろうな。なんだろうな。めっちゃ私のこと好きなのにさ、誕生日ですって言ってくれない人とかがいるから難しいなと思って。あ、明日誕生日、先にお祝いしよう。おめでとうございますジョン。え、今年も行っていいんですか。行っていいよ、行っていいよ。モノキューもう配信してる。マジ早くない？12時半って言ってなかったっけ。嘘つきじゃん。あ、先日誕生日おめでもおめでもおめでも。犬にまたたび。向こうかってことだよね、つまり。足の裏見せて。足の裏おじさんが来たな。需要ありますか、この絵面。いたいたいた。レモン
モン、レモンだよ。リプをくれてた。誕生日おめでとうって言いたかったっていうだけ。おめでとう。いや見せるっしょ、足の裏、足の裏見せるよ。メイク動画出してほしい。メイク動画って難しいんだよね、めっちゃ。5月17日誕生日でした。おめでとうございます。おめでとうございます。あれの裏重要しかなかった。本当に似てる。そう、基本的にはサービス精神旺盛だから。こんばんは。今日は BGM もなくね、お茶枠もなく。私も10月だよ。みさこさんの顔好き、ありがとう。でこの時間に集まりすぎじゃない、みんな。え、モノくん本当にもうやってんの？モノくんの配信見ようかな。みんなと一緒にモノくんの配信見ようかな。ここで iPad でやってて、モノくん、モノくん、あのね、私も誕生日リプを去年送ったの。あの去年っていうか去年度誕生日にリプ欲しい人教えてっていうのをやって、誕生日を祝ってほしいっていう方に絵文字を送るっていうのをやってたんだけど、本当にみんな忘れて鍵垢とかになってんので、私ね、いちいちね、その人の名前とか ID をメモれてた人は ID とかを全部手で打ち込んで、その人のタイムラインに行ってお祝いとかを、あとめちゃめちゃ過去を遡って、あのそのリプくれたやつとかにリプで返してたんだけど、びっくりするぐらい結構みんなその検索に引っかかんなかったりとか、もうツイッターやめてたりとかして、全然、あとなんだろう、もしかしたら普通になんだろう、ツイッターの機能的にちゃんと出てこなかったりとかして、それがね結構ね、ごめんって思ってたから、逆にごめんって思ったからね、今年はリアルタイムで欲しい人はいくらでも言ってくださいね。あの欲しいって言って、誕生日ですっていうよりかは、誕生日お祝いしてもらえたらめっちゃ嬉しいですって言って。そう、できたら自分で行く感じだと嬉しい。アバも好きになって初めての誕生日をやってくれた美坂さんだった。そうだったな、もう誕生日好きでした。遅れたけどおめでとう。ガンガンに求めに、そう、ガンガンに求めに。ただ私もリプがちゃんと読めてない時があるっていうか、なんかそのツイッターでさ、リプがちゃんと表示されてない時が結構あって、かなり遅れて見つけることもあるけど、いつもありがとうね、いえいえ、送って送って、来週誕生日、欲がない、まあ、だから祝われたくない人もいるかもしれないから、無理して言わないでね、その時は。モノくん、え、モノくんやってるっつ、え、やってる、モノくん。あ、そうだね、0時30分からやりますって書いてある。モノモノゲーム、まだやってない。家族って何だろう。広告が流れてる。広告見ちゃうんだよ。ペットの広告出てる。家族を大切に、家族と暮らす幸せを考える。ペットショップの広告。出てきた。目立って勝ち取るさえすれば与えられる。いや、そう、私ね、そのシステムがいいと思うんだ。あのさ、まあ、今年あれだけどさ、グミさんさ、自分のお誕生日会自分で開くの、晩門のうちモノくんのやつ BGM にしよう。
そうなんだけど、なんか一服雑談から始めてでさ、それさ普通にさ呼ばれても嬉しいしさ、自分にお祝いしてほしい人をさ呼べるってさ、自分で祝ってほしい店をさでさ祝ってもらえるわけじゃん。要するに正しいなと思って、今年もしかして誰も祝ってくれないんじゃないかって思うよりもさ、誕生日です祝ってって言ったりとかさ、あとなんか誰かになんかこうしてあげた時にさ、ありがとうとかなかった時とかにさ、何々頑張ってありがとうわって言われて別に嫌な気持ち全くないじゃん。それでさ、あーありがとうがなかったなとかさ、おめでとうがなかったなとかさ、そういうことでモヤモヤがずっと続くから、その時行っておめでとうとかありがとうもらって頑張ったなでもいいかもしんないし、もらって、あ今日誕生日おめでとうございます、そうだからかなさんおめでとう、そう思い切ってお願いぜひして。わかる。あとね、祝いたいな結局本当は。祝わしてくれるんだったら、誕生日に関しては誕生日はケーキ食べるし、毎日ケーキ食べてるね。10と10、20は5なんだけど、どういうこと、角度かな。あのね、森永のなんかキャラメルケーキ、ケーキいいな。そうなんかさ、東京人ちゃんも私も二次元好きだからさ、なんかあの、なんだろう、前になんか誰かのキャラクターの誕生日とかだったりした時期があって、かなりケーキ前にする人、うん、ホワイト誕生日おめでとう、そうして葉っぱ隊のカバーで救われた、よかったよかった。モノ君全然美佐子さんに話しかけてないよ。見てるよ。ありがちゃんいたね。今 YouTube に入ってるのがさ、本名でやってるアカウントだからさ。美佐子見てるよ。鈴木からコメントしたくないの、なんかあの鈴姫の鈴木アカウントで入り直そうかな。じゃこれもう朝迎えちゃうんじゃないかな。モノくんの YouTube、 モノモノじゃないと出てこないんだよね。全部手打ちですぐ検索するからさ。出てきた。ガンマ。ミサベは初めて来ました。いらっしゃい。ちゃんと不正人しててる。ケーキケーキ。これさ、撮影の時にさ、行きのさ、車の中で買ったんだけどさ、溶けたんじゃないか。あ、溶けてない。アホがチョロキメ。おでこかわいい。ほんと？でもさ、私さ、すっごい丸いんだよね。デコボコが全然ないの。
ないの本当に。うん、キットカット味初めて見た。美味しいけどそんなコーヒーの味しない。コラボやりなさい。コラボってどうやってやるの？眉毛とおでこナンバーは本当？眉毛はね、そう生えてるのよね、ちゃんと。メイク動画もいつかね。下まぶたのキラキラ可愛いでしょ。基本キラキラ関係は全部クリオのパウダーでやってるよ。ラメがでかい。クリオのね。今メイク道具がここにないんだけど。ここにないから申し訳ないんだけど。クリオのパレット。プリズムエアではなかった気がする。うん、クリオ。でもクリオ色素とか好きだから。使ってるけど、多分リキッドタイプの方がラメが目の中に入んなかったりとかいろいろ便利だと思う。キラキラ系雑草抜くコラボやりたいな。みさこさん不安です、ありがとう。地雷お似合いだよ。地雷かわいいでしょ。地雷メイクもともと好きは好きなんだよね。もともと好きは好きだけど、今はもうアプリでシュシュンってあの加工にしてくれるからすごい。世の中であれスノーのアプリでねやったよ。キラキラ可愛いでしょ。そうあれアプリだよ。なんか今日20話後でもさ、なんか20話後綺麗な20話後すぎて逆にそんななんかなんだろう。ちょっと可愛くない？あ、今日のカラコンね、なんかねドンキで1000円ぐらいで買ったらねめちゃめちゃ好きな感じだったんだよね。あのそうなんつうの、本当に超薄い着色ただ黒目の輪郭をちょっとぼかして広げてるって感じ。何色っつうんだろう、グレーと茶色のアイノコみたいな。そうで1000円ぐらいで買ったやつでさ、めっちゃなんかなんだろう、安売り叩き売りされてる感じだったんだけど、なんてクリオのやつも何番か分かんないあの多分詳しく見たらあれあのインスタに載ってる、インスタに私の。あのね一色のやつでアイシャドウパレットのやつ買って、そう自然、めっちゃ自然、なんだろう、なんか自然がいいよね。そう叩き売られてるやつを買ったので、だからこれを失ったら私はどうしようかなって思ってるそうどうしようかな。なんかさカラコンをつけるとさメイク雑でもどうにかなるなっていう最近の気持ち。メイクを雑にしてもいいためにカラコンをつけてるところあるよね。みさこさんのおっぱい日記面白かった。おっぱいへの思い入れはすごい強いからね。さっきヌーベイの話もあれだったけどヌーベイの話も、いや私はそうあのなんか5等分の花よねをあんまりこう、うん、読んだことがなくて、
でおすすめを何度かされてんの、それ系の漫画好きだからおすすめを何度かされてんだけど、前情報で胸は大きい方がいいじゃんっていう作者さんの考えがあるらしいっていうのを先に知ってしまって、そこが私の美学とちょっと食い違って、別に批判はしない、それの美学はその美学であっていいと思うんだけど、私の趣向と違うから、私はみんな違ってみんないいを求めるタイプだから、多種多様な父を揃えてほしいわけ、そのギャル漫画系ではギャル漫画系では、うん、わかる。そうだから、だからね、まだねちょっと読む勇気が今んとこなくてで、その理由が多分私のブログを読んでくれたら、バーモンちゃんの方でやってる LINE ブログで読んでもらったら、なるほどねってなると思う。わかりみ、そうだから、いちご 100% とか好き、すごい好きだし、五等分の花嫁はまだ手を出してない。でかいおっぱいも好きなんだよ、でかいおっぱいも好きなんだけど、そうちっちゃな胸を持ってて、それをコンプレックスにしている女の可愛さ、どっちの女も可愛いんだよ、でかいのを気にしてる女も可愛いし、精神的なとこも含めてね、そうそうなんだよ、みんな大きいにしちゃうと、そう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 なんだよ、それぞれの良さがねあるんですよ。あとでかいもさ、もう形も違うしさ、谷間が綺麗とかさ、母性が強いとかさ、張りがあるとかさ、小さいの気にしてない子も可愛い、そう小さいの気にしてない子も可愛い。で結局ね、そう多種多様のみんな違ってみんないいが取り揃えられたら、多分キャラは絶対違うんだけど、言葉の花嫁も、そうでもまあとりあえずおっぱいの書き分けをしてないっていう話を聞いて、一旦置いとこっとはなっているモノくんがミサコさん言ってるね、うん、ミサコさんやってるよ、パネポンやりますか、パネポンやろうか、私もツイキャスやりながらって分かってないんじゃない、ミサがおっぱいついてるから羨ましい。その発想は新しいね。また今度っつって一生やってないんだけどね。愛せないマジ。美佐子さんはナイトブラで育てる派です、多分。私はでも最終的に、なんでおっぱいの話になってんだろう、最終的に ブラをつけながら寝ると乳がんの発生率がぐんと上がるっていう話を聞いて、まあ、記事で読んで、まあ、ブラをつけたくないなっていう、寝てる間は
まあ、ナイトブルーとかはそのうまいことリンパとかの流れをせき止めないで、あのまああれなのかもしれないけど、私はノーブラで寝たいからあのもう育たなくてもいい、そう育たなくてもいいからナイトブラもつけてない。わかる、わかってくれてありがとう。あとあのサイズ云々とは関係なしに統計でね、ブラをつけない派の人の方がブラをつける派の人よりも胸が垂れないっていう統計もあるらしいよ。開放的、開放的だよね。そうそうそう、まあ詳しくは調べてみて詳しくは調べて、ナチュラルにモノくんの配信閉じたけど、うん、じゃあ垂れてるので、まあまあね、そうすつけない方が垂れない、まあサイズがもしかしたらあれなのかもしれないけど、まあでもそのなんかブラつけるとその分胸を支えようっていう筋肉の発達が衰えるから、代わりに支えてくれてるものがあるから、そう、その自力で支える筋肉がきちんと発達するんじゃないかなという話。同じくノーブラで大派です。そうだから、まあみんないろんな情報を調べて自分に合ったやり方で父と向き合ってください。勉強になります。私なんかのあれで申し訳ないけど、知識で甘やかして支えてはならない。そう、甘やかして支えてはならない、支えてはならないんだよ。ラ族の父の筋肉すごそう。確かに父と向き合って欲しがってないって言うとあれだけど、自分でその素敵だなと思うグラビアアイドルさんとかはツイッターとかフォローしながらチェックしてる。コロナ太りのせいで妹に胸を揉まれます。どうすればいいでしょうか。23歳男性揉まれてください、揉まれてください。パイパイデカミちゃんは父目的でフォローしてるわけじゃないけど、うん、パイパイデカミちゃんは人柄私のおそ松のおっぱいでみんなが父差し出してくれるどんだけ恵まれてるんだろう。男性の父もありだと思います、いろんな意味で。うん、ブラオもありだと思います。揉まれたら育つかも。揉まれたら育つとさ、あのまあ、理由なんかそう、例えばそのリンパのマッサージとかで滞ってるところをなんかその巡りを良くしてリンパので、行くべきところに行くべきものが行って、デトックスされるべきものがデトックスされて、血行が良くなって胸がでかくなるっていうのもあるのかもしんないし、あとそのなんつうんだろう、もうおもらいに関しては多分そう、なんか女性ホルモンとかも関係してんじゃないかなと思うんだよね。男性の脇は重要、私に男性の脇は好みがあって、そのなんだろう、男性でも毛ない人いるじゃん、脇に。よりかある方がいい、毛がある方がいい。揉まれたら育つで揉んでくる人、多分揉むところ違うな、うん、揉まれたら育つよっつって揉んでくる人、なんかどういう状況かによるけど、なんか嫌じゃない
ブラしないとお相撲さんみたいな垂れっぱなしで、そうだからあのフォルムを保つっていうところではいろいろあるかもしれないけど、うん、生やします、生やして、生やして、私は小5の頃にブラつき始めて周りの男の子たちから噂だったらしい。早かったってこと？本物をあんま見たことないのにフェチーズム語ってもいいですか？いいよ。で、本物を知らないロマンってあるからね。もみたいならもませてって言えばいいのに、私のおっぱいの育成のせいにしないでほしい。そうだね、確かにもう正々堂々と言ってほしいよね。うん、あなたのおっぱいが魅力的だって揉ましてくださいって言われたいよね。どうせだったら言い訳がましいと嫌だよね。乳毛の話してる？剃ると濃くなるのでしょう。あれ剃ると濃くなるってね、私そんな信じてない、基本的にそんな信じてない。ただそのカット面がさ、もう全身どこもそうだけどカット面がバンってなるから、そのまま入ってきたらやっぱその削れているさ、髪の毛もそうだけどさ、その削れて細くなってる毛先じゃない部分が今度せり上がってくるわけじゃん。だから、まあ、濃く感じるんじゃないかなと私は思う。それが理由なんじゃないかな、大体って体感も。仮にその剃ると濃くなるっていうものが、まあヒゲとかもね、みんなそうかもしれないけど、ものがあるなとしたら、まあそうなんだ、剃った分で毛根が刺激されて強くなるみたいな説あるけど、ヒゲレベルで本当に毎日剃るような箇所だったらちょっと考えた方がいいかもしれないけど、田中みな実がおっぱいまでが顔って言ってたから、ちゃんと保湿するようにしてるよ。正しい保湿しよう。そう、新宿歩いてたらおっぱいもませてくださいって言われたけど、私の胸見て間違えましたってさって、それどう、もう多方面で失礼だよね。多方面で失礼だよ。父を揉ましてくれる女は友達だと思ってる。わかる。もう形よくしたいね。形をよくしたいよね。だから育っていく最中とか一番重要じゃない、きっと。まあそのなんだ、スポプラとかつける時期は早いに越したことないんじゃない。中学生の時とかね、小学生、高学年とかね。何の話してたんだっけ。あ、そうそうそう、人生の中でさ、何回も何回も剃ってさ濃くなるっていうのってさ、まあ、なんか人生の中で毛剃る日数なんて多分限られてるなって思うの、美佐子的には。でそのうちその、まあ、そんなに剃んなくていいかなっておばあちゃん期を外したとしたら、まあ言ったら数十年じゃあ、ほんと数十年ぐらいだったら剃ってもいいんじゃないかなって美佐子は思うよ。どうしても気になるもちろん脱毛した方がいいと思うけど、大丈夫大丈夫、悩まなくて。そんな死ぬほど濃くはなんない、きっと。毛を剃って濃くなりましたって言ってる人もいるけど、成長期にストレスが少ないと教員になるって聞いた。え、ま、おっぱいって大きさ派か揉み心地派かに分かれたりするのかなってなぜかよく考えるようになった。そう、子供の頃から頑張ってた例は大ちぶささないずさんがいい例。そうそう、ももはおっぱいでかくなりたくて幼き頃からちゃんと乳を育てたらしい。
すあの言ったらおっぱいの成長期の時期とかにすごいケアしてたらしい。きちんと巨乳の方は温和な方なのか分からんで、ね、その時期に温和だったかもしれないけど、巨乳すごいストレス絶対かけ、まあでも全てにおいてストレスなんかまあためない方がいいには決まってるよね。みんなのストレスを軽減するためにイサコは生まれてきました。今日はすっぴん、全然すっぴんじゃない、めちゃめちゃメイクしてる、アイラインも黒だし今日。歯黄色く見えるんだけど、なんで？実物はそうでもないよ。なんか歯詰まってない？詰まってるね。取れた。取れたよね。肌が綺麗。肌は今日調子いいね。追跡のツイキャスの時ってフィルターかけてる、かけてる、なんか優しいやつかけてる。優しいやつって何？ホワイトニングしたいね。で実物見るとさ、そんなにさ黄色くなくてもさ、やっぱ画像だとめっちゃ黄色く感じる時あるよね。白い T シャツがあるからね。ほらこうやってね、違うね、やっぱね、歯っていいよね。ね、歯、歯ね、PNT シャツだよ、ちゃんと着てたの。美佐子さんが可愛いから携帯バキバキなのが悲しい。そりゃ美佐子さん可愛くても可愛くなくても携帯バキバキなのちょっと可愛い、悲しいよね。同じの買ったよ、ありがとう。おそろだね、ラブラブだね。24歳の時より可愛い、ありがとう。それはね、でもね、人によって本当にあると思う。で、深田恭子さんって絶対今のが可愛いよね。ピーン、どんどんか、最初から可愛かったけどどんどん可愛くなってない？おばあちゃんになったら最強のおばあちゃんになるんじゃないかなと思って。わかるでしょ。キーホルダーとラババン買った、ラババン買えた人だ。今売り切れちゃったけど、うん、深キョンさん深みまがしてく、本当だよ。あの人は化け物ね、うん、年々可愛くなってる。で表情とかもあると思うけどね、顔本だけっていうんじゃなくてね。なんか怖いし、見ても美佐子さん可愛くない的になった、いやなかった、優しい、それは優しい。八重歯が可愛いの、歯の白さなんて全然気にしてなかった。八重はねすごいある。こっちはね、虫歯ができてちょっと削れた、虫歯ができて治療のためにちょっと削られた。若返るパターンいいな。でも若返ったかな、若返ってはない。でも私そんなに、あのサングラスとか似合うおばあちゃんになりたいのよ。パンツスタイルが、それまでになんかそっちに移行したいんだけど難しいんだよね。美佐子さんは昔も今も違う可愛さがあります。優しいね、好き。絶対老けない顔、いや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 、そうでもないよ。美佐子さんが若いのも嬉しいけど、早くおばあちゃんになった姿を見たいって気持ちがずっとあるね。おばあちゃんになってめちゃめちゃうまい餃子を作るおばあちゃんとかなりたいな、うん、かっこいいおばあちゃんになりたい。おばあちゃんになってもなんかちょっとヒール高い靴とか履いてたい。この間歯医者で入れ歯勧められた。そうなんだ。勧められたなら入れ歯もありだと思うけどね。ガラシャツとか着るおばあちゃん、ガラシャツ着たいね。美佐子ばあちゃんの餃子食べたい。夏木マリさんとか、そう、夏木マリさんとかめっちゃかっこいい。私は魔女みたいなおばあちゃんになりたいです。いいね、森に住むのか。美佐子さん婚活進んでる？進んでるわけないでしょ、この自粛期間だったのに。全然進んでないよそりゃ。そう、ファンキーなおばあちゃんになりたい。動けるおばあちゃんたまにいる。動けるおばあちゃんにもなりたいけど、あんまなれない気がするな。今おばあちゃん、今普通のおばあちゃんぐらい動いてないから。
バラシャツ着てレイバンとかめちゃんこいいサングラスかけました。そう、それめっちゃいい。揺られながら編み物したいいね、素敵。おばあちゃんらしい。おばあちゃんもめっちゃいいよ。おばあちゃんで一番おしゃれした。なるほどね。みさこさんは写真や動画で見るよりライブで見た方が断然可愛いの、なぜだろう。なんだろう、でもそれはね、前結構前から言われる。実物の方が可愛いですね、かなり高確率で言われる。なんだろうね、わからん。なんだろうね、なんかね、写真写りはもともとめちゃめちゃ悪かったの、ずっと。白髪が似合うおしゃれなおばあちゃん、素敵。いいデコです。いいデコでしょ。婚活サイト全然誰とも会ってないよ。おすすめのサングラスブランドはオリバーピープルズとプリティグリーン。かわいいね、名前が。でも全然知らないブランドだった。ドラム叩くおばあちゃんかっこいいね。ドラム叩きたい。ほんとそれ実物めっちゃかわいい。なんだお前ら優しいな。どうした、今日がもしかして私の命日なのかもしれない。実物はかなり小さく感じた。そう、身長とかはね割と伝えてるんだけど、思ったよりこじんまりしている。かわいいですねって言ったら殺し屋みたいな目で見られた。私写真写り悪いから教えてほしいね。私もね教えてほしい。予想以上に小柄で可愛かった。思ったより大きく見えてんだろうね、なんでかわからないけど。結婚したら親と同居あり。いやー、親と同居、相手のってこと、自分の。まあでも私ね、その同居自体はすごいね、あんまりわかんないんだよね、ありなのかどうなのか。がわいいってなった。ほんとがわいいってなったの、ありがとう。なんか相手の親、あのさ、なんつうんだろう、私もめちゃめちゃだらしないから、めちゃめちゃだらしないから、なんだろう、私は構わないけど、私が相手の親に嫌われるとしたら、キャッパス育児、私が悪いと思うんだよね。おやすみ、おやすみなさい。ステージでドラム叩いてるときは大きく見える。なんだろう、オーラ出しちゃってる私。自分で言う。なんだろう、おい。実はドラムがちっちゃいのかもしれない。相対的に私が大きく見えているのは。かまってちゃんが平均的に小さいから配信で大きめに見えるのか。そうかもしれん。菩薩オーラ出てる。そっちね。ふくよかな子、女性らしいオーラが出ているのかな。みさこさんはイケメンに興味ない。イケメンに興味がすごいね、びっくりするくらいない。なんだろう、そのなんだろうな、イケメンに興味ないって言うとあれだけど、なんつうんだろうな、イケメンであることは魅力の一つだと感じるけど、なんつうんだろう、そうなんつうの、例えば恋愛対象でっていう話をすると、本当に関係ない。景色が綺麗で感動するみたいなイメージで、顔がいいと感動するけど、存在感あった。またライブ行きたいな、ぜひ。まだライブ行ったことないから早く実物見てみたい、ぜひ。写真写り悪いからあんまり写真撮らずに来たけど、もっと若いうちにいっぱい撮るんだったと後悔した。そう、あのね、もうどんなにひどい自分の写真も10年経ったら思い出になるから、撮っとこう。基本のこさんが意外と小さくてびっくりした覚えがある。そう、のこさん異常にちっちゃいからね、頭とか。身長160ちょい。小さい頃はジャニーズと興味、そのジャニーズね、好きだったよ。ジャニーズ好きな友達もいたし、その当時だからなんかおすすめしてくれる感じで、ジャニーズ好きだったよ。もうめちゃめちゃ堂々通ってたよ、堂々だったよ。でも顔で選んでたかなと思うと、あんま顔じゃなかったかもしれない。誰が好きだったの、そのなんかのリリーベで話でかまってちゃんの話だけど、あのね、
幼稚園の時諸星くん、その後キムタクさん、諸星くんってあれね、光源氏、幼稚園生の時で、その後堂本剛さん、その後金八出てる子の亀の頃の亀梨和也さんまでかな。そう、亀梨くんめちゃめちゃ王道でしょ。私はね、今二次元のキャラクターとかでさ、一番人気のキャラクターをさ好きになることってあんまりめったにないんだけど、マジそこさ全員一番人気ぐらいのさ人しか通ってないそう、でもね、理由があって、亀梨さんは理由があって、なんつうの、もともとあのお邪魔女ドレミのさ矢田正治くんってわかる？めっちゃあの感じだったんだよね、金八の役が、寿司屋の息子。ジャニーズは顔より面白さとかで好きになったかもしれない。わかる分かってくれてる人いた。めっちゃイケメンじゃん。そうだから、あの今の綺麗な二重の亀梨和也さんじゃなくて、どっちかっていうと奥二重か一重だった頃の、そうそうそう、金八出てた時のね、不良っぽいけど不良になりきれてない感じ。矢田くんっぽかったんだよ、めちゃめちゃ矢田くんっぽいキャラが好きだった。わかる、理由すらオタクで好き。そう、あの感じが好きだったの。あの無限のリバイアスのブルーとか、あれブルーであってたっけ、誰かに無限のリバイアスの話しようぜ。かわいた瞳に映る影欲しい。美佐子さんは香りも性格重視。でも出会い方かな、運動できる人や歌が上手い人には惹かれない。でも歌上手い人ってさ、私にだけじゃなくて全員にモテるよね多分。歌上手い人はめっちゃモテると思う。さ、あのそのなんつんだろう、まあ、なんかそのなんつんだろうな、ざっくり言って下手馬っていうのがさ、なんつんだろう、可愛いとなるのはさ、やっぱ女の子の方が多いじゃん。男性はやっぱそのなんか、まあ上手い方がやっぱ圧倒的にモテるイメージ。無限のリバイアス知ってるの2だね、かっこ僕わかんない。出会い方、出会い方だね、出会い方だと思うよ。出会い方ってどんなの、なんだろうね。あの前話したかもしんないけどさ、あの人が恋に落ちるときに3つの ING っていうものが必要で、タイミング、ハプニング、フィーリング。あ、ディス聞きたくなった、ピアノ弾ける先輩モテモテだった、タイプの歌声はたまんない、メモメモ。そう、その3つが必要らしいよってわけ。あとね、自分の好みを研究してる。もう分かんないから自分で統計取ってる。一目惚れは私も一回もしたことない。タイミング重要だよね、そういうタイミング、マジで多分重要だと思う。それなんかその自分のことを考えてるっていうよりか、人も見てて。ハプニングってでもちっちゃいことでいいと思うんだよね、めっちゃちっちゃいことでいいと思う。なんか例えばだけど、カバンに同じキーホルダーつけてたとかさ、そういうのもちっちゃいハプニングじゃん。わかる、タイプとかわからない。そう、わかんないからすごい研究してて、婚活してても良い人見つからない。なんかね、人に問題があるわけじゃなくて自分に問題なんだよね、本当に。そればっかりは本当にそう。なんだろう、なんか条件で人を好きになれないから。何、女みたいな話してる私趣味が合うとか、そうそう、趣味が合うとかさ、ビッと来るでしょ。いや、こん来るかな。私も、ね、なかなかできません。いやさ、恋してる人見るとさ、恋楽しそうだなって思うよね。年収で好きになろう真逆を行きたいからね。なんだったら年収、なんか本当だったら私がめっちゃ稼いで
めっちゃ稼いで、もう2人分の生活費が全然稼げるんであったら養いたいよね。趣味合う人で付き合うのが一番楽しいよね。いやそれは絶対楽しいと思う。なんだろう、趣味合うまでいかなくても、例えばだけどさ、漫画とかもさ、なんつうんだろう、ここのこのシーンがこれが理由で素晴らしくてっていう話を理解してくれないときついかも。みさこさんプッツンしそう、怒り狂いそう、どういうことどういうこと、何に対して。みさこはアニメ大好きな人と付き合いたい。あ、みさこじゃなかった、本当はだった。みさこさん働くの好き、そうそう働きたい、養いたい、どちらかというと。養われんのは嫌だな。今料理男子増えてるから、その料理もできなくていいんだよね。できなくていい、なんだろう、猫みたいな感じでいてくれたらいい。でもね、住みたくもないんで分かんないんで、もう自分でも何言ってるか分かんないけど、なんつうんだろう。あのさ、やっぱさ、こうなんつうんだろうな、難しいね。あの基本的にさ、あのめっちゃこいつといて楽しいなっていうのをずっと保ち続けてほしいから、嫌われたくないの、嫌われたくなくて。でだから、あの別に子供とかがはちゃめちゃに欲しいっていう願望が今のところないから、あのなんだったらその結婚してても別居でいい。理解できないでしょ、理解できないでしょ。いや最初に嫌われる時のことめっちゃ考えちゃう、めっちゃ考えちゃう。すごい変化にね、変化にめちゃくちゃね細かく反応するタイプ。分かりみでよ。そう、私はね、もう本当だったらもうなんか、あの本当だったら毎日会いたいぐらいな感じになるんだけど、それよりさらに上回るぐらい嫌われたくないか勝っちゃうね。キリキリンさんと内田さんはそうだった、なるほどね。そう、それでいい。ただこの人との配、この人の配偶者であるっていう証がこの世にあるんだとしたら、それがだいぶ心の支えになるから、それだけでいいって感じ。でも喧嘩しないと本当に仲良くなれなくない？わかる、それは本当にそう。でも喧嘩しないな、きっと。バンモンメンバーとかも喧嘩しないもんだって。かまってちゃもうろくに喧嘩はしない。めちゃめちゃ一方的に切れたらやっぱ相手もなんか乗ってくるって感じではなくなるしね。バチバチの喧嘩しないかもしれない。お互いをリスペクトしてるけどずっといると精神的に疲れてしまうような、まあ、そう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 、だからそうなっちゃうのが怖いんだけど、私はなんないんだけど、大概きっと友達とかに対しても、その同居人ちゃんとかもいるからさ、今うちは家庭内別居中だけど戦い嫌いってわけじゃないから楽しい。なるほどね、喧嘩じゃなく話し合いが上手になりたいね。それは一生そうだよね、喧嘩しない距離感心地よさもあるけどね。でもめっちゃ難しいとこだよね、なんかその喧嘩をできる間柄系もめっちゃ憧れはあるし、しょっちゅうちっちゃい喧嘩しても気にしないっていう。いやでも私喧嘩苦手なのかもしれない、喧嘩自体嫌いじゃ嫌い。昔彼氏と喧嘩して言いくるめられて台所にってなぜか包丁を持ったことある。きっかけはきっと些細なんだろうね、それもね。東京にいいな、若い時は喧嘩したけど今はそのパワーが出ない。近くにいすぎて見えなくなるものがあって喧嘩が悲しいから程よい距離が好き。なるほどね、友達と同居できるのはできそうだけどね。あとなぜ嫌われたくないものあるけど、なんかなんだろうな、友達カップルみたいなのが理想ではあるんだけど、めっちゃ好きを持続しといてほしいんだよね。例えばだけどなんかこう
なんだろうな、仲良くなりたての時はなんか例えばだけど重いものとかを持ってくれてたのに持ってくれなくなる瞬間とかが多分すごい気づいちゃうと思うんだよね。そういう段階に行かないでほしい。わかる、分かってくれてる人いた。その段階に行くくらいだったら最初から重いものを持たないでほしい。じゃなければずっと持ち続ける気持ちで私を思い続けててほしい。だいたい1年で持たなくなる。そうで、私はその1年のなんつうだろう、別に私も同じ温度で変わっていけたらいいんだけど、私はその1年目の好きが多分すごい持続しちゃう。それファンの人に対してもそうなんだけど、ファンの人たちは私のことに飽きてったとしても、私はファンの人たちにこうほたされてめっちゃ相手のことを知ってめっちゃ好きになって、で相手がさ、もうなんつうんだろう、なんだろう、好きになりすぎちゃうんだよね。好きになりすぎてそれが持続しちゃうの、一生永遠に。無理やり自分で心変わりを心がけない限り、心がけて心がけてやっとどうにかなることあるかもしれないけど、好きでいいんだ、いていいんだなって感じる間は大体ずっと好きでいられちゃうんだよね。飽きて好きになっての繰り返しにならない、ならない。好きになった相手に飽きるって分かんない。そう、分かんないんだよ、分かんない。でもこの地球上にはもしかしたらその気持ちを持続してくれるような人が、じゃあまあもしかしたらいるかもしれないしね。わしと同じタイプがたまたまあれしたら良いよね。腰の手術があんまり重いもの持てなくなった。それはね、リアルにね、大変だね。相手の優しさが苦しくなることってありますか？どんぐらいだろう、どんぐらいだろうな。ものによってかもしれないけど、あんま苦しくならないかもしれない。好きだけど嫌な時。なるほどね。ファンならペタペタされてもよいけど、一般の人ダメなだけ。そうそう、一般の人はダメっていうか、なんつうんだろう、そのファンの人ってさ、大前提としてさ、もうどうしようもなく好きっていうのがさ、まず一個ないと絶対にファンにならないじゃん。それがまずめちゃめちゃ嬉しいんだよね。なんかそのなんだろう、例えばなんだろう、ナンパ師とかさ、多分絶対にさ誰でもいいと思う。いけそう、この人ついてきそうとか、それで選ばれてるのは全然嬉しくないじゃん。けどファンの人の場合はそれ、そういうんじゃないっていうか、最初なんつうんだろう、後から生まれることはあったとしても最初は他意がないっていうかさ、それがね多分ねめちゃめちゃ嬉しいんだよね。その音楽が好きでもいいし、ドラムかっこいいでもいいし、もう顔からだとしてもさ、他意がない、自分にとって得になるために、なんつうんだろう、特にっていう、なんつうんだ、なんだろうな、難しいけどね。言葉で伝えるのめっちゃ難しい。今まで一番好きになった人はどんな人？一番わかんないな。え、このまま恋愛トークに突入する感じ？一番？でも毎回世界で一番好きぐらい好きになれるけどね。一回好きになったらね、突入したいです、突入したいですってきた。ディズニーランドのアトラクション待ちで無言が続くときつい。キャピーってるカップルが前にいると余計へこむ。そうなんだ。まあでも私無言平気だな。無言めっちゃ平気かもしれない。それはなんか恋愛関係なく。無言が許せる距離感の人としかディズニーランドに行かないかもしれない。
本当バンモンメンバーとかも全然無言兵器、まあ、めっちゃ喋るけど言うてでも喋んなくても平気、まあ、無言は平気だけど相手が退屈してないか一生気にしてる。なるほどね。かまってちゃんはお猿にとって衝撃的だったよ、よかった。いさこさんの好きっていうか、うん、でもね、なんか恋愛となんかそれ以外の好きってなんか難しいけど、ちょっとなんか恋愛ってなんかそのバグみたいなところあると思うんだよね。バグあ、例えばだけどさ、もうめちゃめちゃさ、めっちゃなんつうんだろう、めちゃめちゃモテてる人とかに逆に好意を示さないと、その好意を示さなかった子が気になっちゃうみたいなのとかあるじゃん。それとかも本当にバグだと思うっていうかさバグがだいぶあると思う。だからそのバグを起こしていきたいんだよねいざとなったら冷静な判断できる。そう、面白い女、そう、面白い女そう、面白い女案件めっちゃそれわかる。あれバグだったのか。そうそうそう、バグの時ある。プライドが傷つけられたがなぜか好きに変わったりするじゃん。あれなんなんすかね。ほんとバグだと思う。だってさ、そう、恋愛においてさ、めちゃめちゃ最初から自分のことをさ、好きになってくれる人のこと好きになると一番ハピネスに決まってんじゃん。でも逃げたくなる人の方が多分多いとは思うんだよね、やや。あれ何なんすかね面白いオタクになりたいなってくれー。何なんだろうね。まあでも好きって言われると好きになっちゃうっていうタイプもいると思うけど、まあ、人によるね、人によるかもしれないけど、うん、あ、そう、冷静な判断はねできないらしいよ、リアルに。それはなんか多分そのファンがアーティストのこと好きっていう時ももしかしたらそういうのはあるかもしれないけど、あのIQ が下がるんだって。好きな人のことに関してだと IQ が下がるんだってってメンタリストの大吾が言ってた。メンタリストの大吾が、あの、なんか必ず誰かと付き合って別れる時に言われるのが、あの、他の人のことは分かるのに私のことは分からないんだねって言われて振られるっていう話を大吾がしてた。そんぐらい思考停止するんだってでそれはポジティブな方向じゃない時もいっぱいあるっていうか、好きすぎて気が使えないとか、好きすぎて考えが足りないとか、そういう状態になっちゃう。なんかネガティブになっちゃう時もある。それ考えすぎじゃないっていう時も多分あるそれ考え異常なネガティブじゃないみたいな、客観的に見たら絶対平気っていう内容でも謎に悩んでたりとか大悟辛いな。そう、大悟レベルでそれだから、みんなそうだよきっと。うん、交際期間でも恋は重くないな。そう、恋は重くだと思うよ。なんつうんだろう、あと撮影、そう、ライブでさ、撮影バモンちゃんとかでさ、撮影 OK ライブとかをさ時々やった時とかさ、自分のことを推してくれてる人に限ってあんま漏れてない画像を上げてくれてたりするの。それめっちゃ嬉しいんだけど、その画像を上げてくれてんのめっちゃ嬉しい前提で話すね。嬉しいんだけど、っていうことはシュキシュキフィルターがかかってるから全部可愛く見えてんだなって思うわけそれすごいある。それすごい多分全般ある。あんま漏れてないけど可愛く見えてるからあげてくれてんだなっていう気持ちが嬉しいよねそう、あ、そう、デートで少し遅れたら叱ってほしい。叱ってほしいけど一日怒っててほしいわけじゃなくって、バッと怒ってくれたりとか、バッとじゃあおごりねって言われたりとか、そういう感じがいい。じゃないと私は一日そのデートの間気にしてるから、今日私でも遅れちゃったしなってあ、そう、心理学的、そう、心理学的な話をすると、なんだろう、今まで私から自発的に好意を寄せた男性って声が低くない人の方が多くて、で
ウッド系よりかはどっちかっていうとエレキ系楽器の話です。声がね、声が温かみのあるウッド系じゃなくって、どっちかっていうとギャンギャンとした、なんだろう、ベースよりはギターみたいな人が多くて、あのディストーションかかってる感じの歪み系、そう、ハスキー系で声が低くはない人が多かったね。そうで、のこさんもそうなので、今までの諸星くんがちょっと覚えてないし、キムタクもちょっと置いといたとしても、なんか亀梨くんと堂本剛さんはマジでそれで、でなんかそれがそのなんつうんだろう、あの恋愛だけじゃなくて仲良くなる男性の友達とかもよく考えてみればすごいその人が多くて、なんかなんでだろうなって思ってたら、なんかそのそれはそのハスキーかどうかを置いといて、あのそれも大吾さんが言ってたんだけど、大吾さんの動画好きなんだけど、あの自己肯定じゃなくて、なぜだ、自分の自己評価が高い人は声の低い男性にあの好感を持ちやすくって、逆に自己肯定感じゃない、自己評価が低い人は声の高い男性との方がこうなんか好感高くなるらしくて、で私多分あの声は高い人の方が仲良くなれると思ってるんだと思う。そう、はい、俺落ちてた。でももっと深く関わったら全然そんなことないけど、うん、モノくんとかはさ別に好感度低くないけど、今クロちゃんはね、なんだろうね、なんかそういうのはもしかしたらあったのかもしんないと思って、声でその無意識で声でっていう、うん、デートで少し遅れたら叱る男性って意外にいない。なるほどね。だいたいいいようで済ますよ。優しい世の中ですね。そう、声高いと下見しみを覚えるのわかる。なんだろうね、そうたまたまそうなんだよね。めっちゃテルミンみたいな声は。でもそうだから高い声の方が割とそうあれなのかも。逆に声低い人好きだって自己肯定感って、そうだ、自己評価が高い自分のこと。宮野守も声高い方じゃない、のこさんの声エレキみたいに眠くなるの不思議。そう、のこさんはマジでめちゃめちゃエレキだよね。ジャパネット買いすぎちゃうじゃん。そうで、別にそういう声が好きかってやると、別にその声が好きで選んでは全くいなかったんだけど、無意識下でそうしてたのかもなって思って、うん、あ、おやすみなさい、おやすみなさい、はじめまして、あ、はじめまして、こんな時間にはじめまして。ファンの人との結婚は考えられない、いや、あのだからそのなぜ出会い方次第かなっていう話、なんかそのなんだろうな、チャラポンっていう感じで DM とか来てっていうのはなんか私からしたら全然惹かれないけど、全然惹かれないけれども、なんかこうまたやるね、またやる、うん、なんだろう、例えばさ、手紙とかをさ何かのたんびに例えばくれてさ、謙虚にファンとして応援してくれててさ、でその人が例えばなんて言ったっけな前、例えばのし、例えば映像系のさスタッフさんだとするじゃん、でさなんかたまたまさなんかこう縁があってミュージックビデオをその人にお願いするってなった時にさ、今までのさのそのなんかこう私たちの魅力を知ってくれているからこそ、今までで一番こういいミュージックビデオを
としてさ、こうこの世にさ映像作品を残してくれたとか、そういうきっかけでリスペクトし合って、あの人としても好きになるという過程を得てとかだったら別にもともとファンだろうがいいと思うよ。なんかそのなんつうんだろう、だから結局のところ私祝福がされたいから、祝福がされたいから、なんかそのまっとうな出会い方だったらいいんじゃないかなと思うよ。難しいな難しいなって言われてそれとは例え話で応援できないなっていう出会い方の人とはしたくないかな。全然業界じゃなくて、でも私本当なんつったらな、全然そうじゃなくてもいい業界の人、まあでも業界の人だったら面白い人がいいよね。なんつうんだろう、じゃあ紐はダメだ、なんつうだ、紐在宅だったらいいんじゃない。リスペクトできる人の方がいい。まあリスペクトは絶対したいね。なんかそのそれは別になんつうんだろう、才能つんじゃなくってどっか尊敬できるとこがあった方がいい。年下でも全然いい、ファンプラスアルファ、うん、だからそのファンだから好きになる、私のことのミサコだから好きになるつんじゃなくって、それを超えたら別になんでもいいかな芸人さんは芸人さんでも全然ありがてえけど、なんつうだろうな、なんだろうなお似合いだなっていう人がいいな私がファンだったらもうお似合いだな、この二人ほのぼのするなっていう感じの人だといいな。祝福はされたい、うん、しおりん芸人さん好き、しおりん芸人さんまあね、そうね、ももの方がお笑いが好きかもしれないけど、一芸に秀でてる人はあまり惹かれない。うん、いやそんなことないけど、なんだろう、そのリスペクトできるっていうのはすごいでかいことじゃなくって、なんつうんだろう、例えばすごい不器用でもめちゃくちゃ毎日お仕事頑張ってる、私にはできない計画をきちんと立てられるとか、なんだろう、淡々とでも健康的な食事を毎日取れてるとか、そういうところでいいんだよね別に、なんだろう、そういうことでいいと思う。美佐子さんとお似合いどんな人かな、カップル動画とか見たい。そうだから、なんかさ、そうだから、そう別になんか、なんだろうな、もうさ難しいんだよ、日々難しいよ、言葉で言っていくのも難しい。なんかさ、かつてさ私がさ、そのインタビューを受けながらさ、その婚活をアイドルだけどしているってさ出した時にさ、そのなんつったろう、いや、なんかあのヤフーのさ、ヤフーのなんかペッて書いたコメントに、昔のアイドルはなんかその事務所とかを支えてる責任があったから、なんかこう責任があったから今のアイドルはこんな適当なこと言えて楽でいいみたいなこと言われて、いや逆だと思って、なんか私は窓口が一つでも増えたらいいなと思ってて、もともとカップルチャンネルとかも好きだったし、なんかその相方が言うことで輝けるキャラクターの人っているし、私の場合は自分のプロデュースが多分結構割と下手で、でもどっちかっていうと人のいいところを見つけるところとか、人のいいところをなんかこう進めることの方が好き、自分の好きなところあんまないから、そうから、なんか最終的にそれが逆に評価につながるんじゃないかなっていう気持ちもあったわけで、あとプラスで、なんつうか、私が結婚したいっていうよりかはアイドルが結婚現役のままできないっていうのがずっと気になってて、そのカウンターシーンがあったっていうか、なんつうだろう、じゃあ私がやりたいことだったかじゃなかったのかって言われるとそうじゃなくって、私はアイドルでも結婚していい世の中に生きていたいのと思ったの不自由、アイドルさんたちが不自由な世の中がちょっと嫌だったの男
性アイドルは基本結婚してでもなんとなく OK なの、女性アイドルさんは現役のまんま結婚しちゃいけないっていう空気感がある社会が嫌だと。だから別にいいんじゃないっていう一例がもし作れたらいいなって思ってたんだけど、今はもう別に焦ってない。1例2例3例があるから、うん、アイドルとしての人生の選択肢を広げたいってこと、まあ、ね、その私のっていうよりかはアイドル界の、そう、そこで自分がという発想がすごい、なんだろうね。でも基本的に行動で示した方がいいかなと思うタイプっていうか、だったら婚活しようになったんだよ ね。アイドルさんも人間だからね、なんかそのいろんな意味あるけど、まあ、覚悟を持って表に立ってる人間っていう、みんなそうっていうか、まあ本当に気持ちがないとできないとは日々思うから、アイドルだろうがなんだろうが、うん、そんなにめっちゃ楽な仕事では決してないから本当に何かそのアイドルを活動するうちの何かがその人の心の支えになってないと絶対にできない、気持ちがないとできない職業ではあると思うから、なんかこうアイドルも人間だからって言ってもめちゃめちゃ多分みんな覚悟もしてると思うんだけど、ファンもみさこさんと結婚したよ。でもなんつんだろうな、その私と結婚したいもなんつんだろうな、そのじゃあそれはなんだろうな、私の嫌なとこ、私が見せてない私の嫌なとこ100個全部見てからそれでも好きでいてくれるかどうかっていう話もあるじゃん。好きになってもらうんだったら嫌なとこ100個を見てもらいつつ好きになってくれたら嬉しいから、現段階の美佐子を好きをそのままこう結婚に当てはめちゃうとちょっと違うような気もするよねズタボロでも好きでいてほしいことはあるよね難しいことだけど、私はもう全然ファンの人のひどい姿を見ても失望しない自信があるけど、アイドルは結婚前に写真集って流れが嫌いだった。そうだったんだねちゃんと下履いてるから、カボパン、アイドルはパブリックって感じがする。なるほどね。最初から好感度マックスが切られる時なんか収まる。そう、それはめっちゃあるよ、めっちゃある。怖えよ。だってなんつうんだろう、一番こんな私でも輝いてる姿を見せてるわけじゃん、この状況で言うけど、このおでこで言うけどあともう減点ゲームだからね何度か話してるけど、あの手島優さんはファンの人と付き合ってファンの人に必ず振られるっていうのがよくある一連の流れだからおでこが会えてるよ、ありがとうね。そうそう、そういうことなんだろうなと思って、そのおでこは説得力ない、わかるそう、わかる。あ、そうね、結婚してるアイドルを推せるのかっていうのがむずい気がする。それはそうだよね。あと想像しちゃうもんね、急にリアリティを持つっていうか、家帰ったら旦那いんのかみたいな気持ちになっちゃうもんね。
でもめっちゃお似合いだったら話別だと思うんだよな。めっちゃお似合いだったら。美佐子さんはマウントやカングリア試したり八つ当たりはしなさそうだけど別の難しさがある。そう、別の難しさが自分でもすごいあると思う。別に本当にだったろうな。じゃあそう、バグが起きないんだよね恋愛に関してはバグだと思ったんだけど、そのバグが起きないんだよねアイドルの結婚を祝福するにはその人の生き様を知らないとできない。うん、確かに。でもファンは加点で行きたいし、行きたい。確かに。その辺今度みりんちゃんとお話ししてほしいね。電波のみりんさんご結婚されたから、いやそれでもめっちゃ可愛いなと思うけど、関係違う。帰宅したら夫がいるアイドルとか逆に燃える人もいそうだけどね。ね、そう、逆に燃える場合もあるっていうかさ、例えばだけどさ、なんつうんだろうな、本当になんか南海キャンディーズの山さん、山ちゃんさんとさ、青井優さんとかさ、うん、もうめっちゃお似合いじゃんあ、おやすみなさい、おやすみなさい、ありがとう長々。めっちゃねお似合いだなって思うから。お似合いじゃない？めっちゃなんか決めかない恋愛ってやっぱり理屈じゃないこと多いですよね。うん、そう、理屈じゃないこと多いよ、多い。でその婚活系の会見幸せそうだった、ほんと幸せそうだった。そう、素敵なご夫婦、めっちゃ仲良しでお互いを立てて好き。そう、そうなんだよ、そうなんだよね。楽しい休日を送って、そうそう。でなんかこう婚活アプリで本当実際お会いした方とかマジで相手の方には何も問題ないし、それこそなんつうんだ、言ったらプロフィールでも年収とかも分かるわけし、なんかそのもう本当にね、これは女性におすすめしたいんだけど、条件で好きになるならまず本当に婚活アプリ一瞬でやった方がいいと思うんだけど、あの、うん、本当に背高いとか年収がすごいあるとかそういう方はザラにいるから、ザラにいるけど、し、なんだろう、見た目も本当に清潔感がきちんとある感じの方ばかりなのに、なんつうんだろうな、うまくいかないんでね、私の気持ち的な意味で何がダメなのか分かんないの、分かんないので、バグが起きてないだけなんだと思う。婚活アプリって詐欺もいるとは思うよ、いるとは思うけど、きちんとその年齢とかのあれするために、例えばその身分証とかを登録したりとかするから、そう、ときめかない、ときめかないし、なんだろう、ときめかないし、これは本当にめちゃめちゃもう謎なんだけど、その蛙化現象っていうのがもう本当にめちゃめちゃ私あって、ファンの人には好意を寄せられば寄せられるほどめちゃめちゃ私の好意も同じ分生まれるんだけど、なんでかわかんないんだけど、こと恋愛っていうことに関しては相手からの好意を感じると本当になんか私の中では相手のね好感度がどんどん下がっていくのを感じる、もう謎なんだよね、それが一生謎っていうか、本当になんでかわかんないんだけど、本当にそういう感じ、追われると逃げたくなるといったようなやつといったようなやつ、たくさん作ったカフェオレがなくなった。バグが起きるから不倫とかもしちゃうのかね。まあバグが起きたとしても原因はまあ基本的には良くないよね、基本的にはってか、まあでもなんとお互いそれが心の底から全然 OK っていう相手同士だったら私は何も問題ないと思うの。不倫だからっていうだけで叩くのはちょっと違うかなと思ってて思ってるけど、
全く一緒で、マッチングアプリの出会いではバグの気配がありませんでしたね。そう、バグの気配が全くなくて、あ、そう、自己肯定感低い人はなりやすいらしいね。あの蛙化現象、自分なんかを好きになってるってこの人のセンス大丈夫って思うらしいよ。出会い系無理ならクラブかな。クラブにいるタイプも私が気に入る感じになるかな。地味な人がどっちかっていうと好き。ちなみに、ね、私が追いたくなる男どういいんだろうな。まあ男じゃなくてもいい。バグを起きそう。バグ起きるかな。風呂は沸かしついたよ。なみさこさんはちょっと見たい。おやすみなさい、おやすみなさい。みさこさん外国の方がいいかもしれない。外国の方がいいかもしれない。学生時代はモテた。だから本当にモテてはいないと思う。なんつんだろう、だからなんだろう、いけそうな。こいつこいつ餌やったらついてきそうだなっていう感じだから、あのこうなんつんだろう、声をかけられることはもしかしたらあったかもしれないけど、そうね、あったけど、もう私じゃなきゃダメっていう人じゃなかった。絶対誰でもいいの中の人だから、なんつうんだろう、でもそう、なんつうんだろうな、もうね、そう、でも逆に言うと私じゃなきゃダメっていう感じでかなり深く関わった人から声を寄せてくれるんだとしたら、もしかしたら話は変わってくるかもしれない。うん、そう、もう変わってくるかも。その蛙化現象じゃなくなるかもしれない。それでも結構仲いい人の中で、ね、あ、私も蛙化現象昔あったけど恋愛の仕方変わったかも。まあいつか変わるかもしんないよね。駆け引きとかは下手ですね、確実に。コロナが終わってプライベートでイベントとか行けるようになるといいね。出会いありそう。イベントね、でもイベントまで行くとなったらさ、なんだろう、言いたいよね。今回はこのイベントに参加しましたっていうちっちゃなネタとしても頑張りたいよね。公表していきたい、ね、イベント参加した後に毎回自然体では言いたいね。私さ、そう、なんつうんだろう、あの、うん、確実にめちゃめちゃ仲いい友達っていうのを得てじゃないと好きになれないから、そこに関してはそう、本当にそう、自然体でいられる人。ひでこさんの旦那さんは仕方ないなって言いながら笑顔でお世話してくれる人がいい。優しすぎるよそれ。私以外でもみんな欲しいよそんな旦那。ラテン系かロシアの方と結婚しそうな感じ。なるほどね。でも私日本語ペラペラのなんか全然日本人じゃないなっていう見た目の人とかと付き合ったらちょっと面白いよね。いや、なんかさ、なんか、なんつうの、ちょっとネタにしたい気持ちは多分あるんだよね、結構。出落ちさせたい気持ちもあって。ビジュアルおもろっていうパターンも考えてる。心のとこから好きプラス、そのネタ的に面白い人もいいよね。ハーフとか趣味イベントからっての良さげね。趣味イベントね、趣味イベントか。みんな一緒に考えてくれてありがとうね。私の恋活事情、一回めちゃくちゃ仲良くなって恋愛に移るのすごいすごいかな。でもめっちゃ時間かかるねその分。うん、婚活アプリを日本外で探すの良さそう。日本外で美佐子さんの彼氏がゴリゴリの黒人マッチョだったら笑っちゃうわ。そう、やっぱさね、そう、明らかになんつうんだろう、
なんだろう、コラみたいな状態だと面白いよね。同人即売会いいかな、同人即売会同人即売会か。吐くまでがすごい長いって普通のこと、全然普通じゃない、普通じゃない。毎回見えたって書いてあるけど、お前見えてんのかぼちゃパンツだから。ゆでこさんは男子と会話しても大学から意外に遅いね。そう、高校生までは私が変な子すぎて、多分男子が下げてたね。男子女子って言っちゃうのもなんかちょっと分けすぎです、なんか良くないなと思うんだけど、その時はまあ本当に男子から避けられてたね。大学入ってからなんつうかあんまりそういうの関係なく男女ともに話しかけてくれるようになったね。モテそうなのにっていうけど、本当に1ミリもモテなさそうな様子だったよ。だから顔とかじゃないんだよ。みんな中学生の時とかにその膝中って言って、こんな話も何回かツイキャスとかで話してる、膝中って言って、膝の真ん中ぐらいまであのスカートをさ折り曲げてあげてる子がみんないる中、私だけ買いたての状態の異常に長いスカートだけで登校しててみたいな感じ。本当になんつうんだろう、なんだろうな、みんなが同じことしてるのもう全く理解できなかったし、逆に目立ちたくって人と違うしてる人の気持ちを全く理解できなかった。今だと多少理解はできるんだけど、個性派だったっていう言い方はすごいいいと思うけど、でもそのそれってイコールで言うとさ、なんかその何度か話してるけど、ファッションってコミュニケーション要素が結構あると思うのね。私はこういう人間ですって表してもいるものだと思うから、私もスカートそのまま履いてる派だった、仲間じゃん。そうだから、なんかこう協調性がありませんだったりとか、私はこれだけマイペースです体で表してるようなもんだったと思うわけよ。そりゃ別に話しかけられないよねっていう。逆に私が本当にみんなに、そのなんつうんだろう、男子生徒と話したいなってなってたって思ったら多分返せたと思うし、ファッションが人柄とか趣味思考を体現してるのめっちゃわかる。それさ、その私は瞬間なんだっけ、現代喋り場 NHK で前やってた、大昔やってた大月健二さんとかが出てた番組、あれでさ、そのゴスロリをやってる女の子が、ゴスロリやってる女の子はなんつうんだろう、なんだろう、怖いとか優しくないとかそういうイメージなのが嫌だって言ってて、なんでそういう風に思われるのかっていう主張をして話してたことがあって、それはもう本当にリスクだろうな、そのリスクを乗り越えてまでその服を着たいかどうかだろうなと思ったんだよね。あ、ネギドラムさんがいる。高校までは恋愛には興味なかった、あーなかったかと言われると、まあでも好きな人をなんだろうな、憧れはあったよ。小学生の時とかの修学旅行の時にさ、みんなが好きな人の話するじゃん、そういうのに参加できなくてつまんないなっていう気持ちあったけど、先輩がくれたすごく長い学生服を家に着てた、そうだった。あ、確かに周りに合ってた、いやそうそうそう、 なんだけど心の底からやりたいと思ってたら恋愛を、多分もうちょっと何か頑張ってたよね。別に丈の長さがダサいとか思ってなかったってことですよね。でもね、よくよく考えれば多分ダサいってことは知ってたと思うんだよね。
でもそこまで興味がなかった。好きな人できないの逆に羨ましい。本当に好きな人、まあでもね、うん、確かに場合によってはそうかもしれんな。そこにとらわれてへこんだり一喜一憂しなきゃいけなくて精神的に振り回されるもんだとは思うから、一挙手一投足、好きな人いなかったことないから疲れます。そうな、そうだよね、きっと。学生の時腰パン流行ってた、流行ってたね、流行ってた流行ってた。同じ理由で学生の時セーター着たくなかった。なるほどねなるほどね。いやね、学生の話してるよ。もうだって私過去の話しかネタないんだもんまあでもそうだからうーん、まあもう好きな人がいようがいまいがそれぞれメリットデメリットあるよねでもその恋愛感複雑ですね。付き合う男性難しそうだな。確かに針なんか詰まってる気がする。詰まってるかどうか確認できなかったけど、恋愛って依存するからしんどくないですか。いや、しんどかった覚えはあるね。確かに全てが過去の話だけどな。そうなんだよね。今なんかそのいいとこしか見えてない時期なんだと思う。リアリティがないっていうか、遠い過去すぎて。実際しんどかったと思うわ、よく考えたら。ずっとちょっとずっとちょっとしんどかったと思うわ。いいことよりも辛かったことの方が多い可能性はあるよね。私は周りと一緒が嫌で下駄とか草履履いて学校行ってました。かっこいいね。カラオケでオラオラ系の見た目でスピッツ歌い始めた時聞きました。ギャップ萌えってあるよね。本当にギャップ萌えってマジであるよね。ギャップ萌えの塊みたいな人間なんですけど私。そういう人はみんな参りました入間くんを見てください、読んでください。ずっとちょっとしんどい新曲ひとくさんは恋愛には興味はないのかな。でもあの恋愛漫画は読んでるよ恋愛漫画は読んでる恋愛漫画は読んでるね。私のおすすめの恋愛漫画はあのギャップはずるいよね。あのお前もうおすすめしたことはもしかしたらあったと思うんだけど、花の井くん、花の井くんはだっけ、花の井くんのだっけ、恋の病だっけ、のとかはとかわかんないよね。花の井くんと恋の病、おすすめの漫画です。依存しないって決めた途端恋愛の意義が感じられなくなったので、これが悩みだから、結局そういうとこもあるよね。依存なのか恋心なのか分かんないっていうかさ。伊坂さんのこういう話聞きながらあんま覚えてないより聞いて埋まることしかできないオタクになって最高じゃん。いいオタクだよ。昔バイトのメンズでカラオケに行って初めて本当に男って純恋歌歌うんだって知れたら面白かった歌うよきっと、歌うよ。長渕さんの方じゃないよね パスタ作ったお前の方だよね。本当に歌うの知らなかったって言ってる人がいるからかい上手の高木さんの高木さんになりたかった。あんなんさ、なれるもんななりてえよ全員。なれるもんななりて
女全員が高木さんになりてえと思うよ。あんな女になりたかったし、あんな女になりたかった、なりたかったし、あんな女に出会いたかった男が全員だと思うよ。全員なりてえよ、女全員なりてえ。女って本当に桜も歌うのか、歌うと思うよ。うん、言い方なれるもんならなりてえ。一歩で高木さんが傷つく姿を想像すると興奮する。美佐子さんの恋愛観の話、かゆいところに手が届くように分かるわってなったり、なるほどそういう見方もあったのかと、とにかく心が動き出すのですちよかった。高木さんなれたらいいよね。なりてえな。さすがになれないけど真逆真逆だからね、こういう重心の中でさ、なんつうんだろう、余裕がある、余裕がない、なんつうんだろう、クール、ポップとかがあったとしたら、その高木さんと私の位置、真逆のとこにいると思うからね。みそかさん、キリュウインさんと8倍生。キリュウインさんはでも、あの、なんつうんだろう、あのバイブス、気持ちのバイブスはだいぶ似てると思う。なんつうんだろう、都合のいい人間になりたい欲があるっていうか、私はその都合のいい人間になりたい欲が強いんだけど、キリショウさんもそれは強いと思う。ただキリショウさんの方が行動力はすごいなと思う。本当に私やっぱ面倒くさいなっていう気持ちもいろんなことに対して強いから。美佐子さんはバンド側もアイドル側もやってるから、本当にいろんな男の人見てきてるから順応性すごそうですって思うじゃん。全然見てないから、全然見てない。仲のいい男の人がスタッフさんぐらいしかいないからね。いろいろ考えすぎるあたりも似てる。そう、でも考えすぎてるのかな。でさ、今すごい悩んでてるって、まあ私一人の問題ではないんだけど、今後そのライブとかをさ、ネットで行うっていう時にさ、やっぱお世話になってるさ、そのさっき話したけど、例えば PA さんとか照明さんとかにもさ、こうこれからも関わってほしいし、できるんだったらそのきちんと言ったらお給料というかギャラというかをお渡しして、なんかこうネットライブとかも一緒に作ってもらえたらなって思うけど、そうなるとさ、チケット代が発生するじゃん、どうやったってとか、まあその分グッズとかでどうにかなる分があるんだったらいいけど、あれだけど、初めに言ってた今後の話、そう、どう、難しいなと思って。たださ、そう、かまってちゃんとかはさ、今までさ、その現場に来てくれる人たちの売り上げっつうか、その人たちに来てくれるチケット代の売り上げからそういうものを出してあげること、お渡しできる分だけ出してあげることが、私次のライブ制作のための資金もそこで作れたかもしれないけど、来てくれるお客さんのおかげで、ですし、あのその分ツイキャスとかで無料で、あのパソコンを持ちながら配信ライブとかもさ、届けることもできたけど、今まで無料でやっていたことが全部は無料にはできなくなるのかもしれないって考えると、だからそれも違うなと思ってて、すごいね、難しい問題だよねっていう。まあ無料配信枠と、なんかこう、例えばなんだろう、ちゃんと高画質だし音響環境も整ってる環境のなんかチケット代も発生するみたいなものも
作ることはできるっちゃできるなと思うんだけど、それじゃあどんな値段にするかって言ったらさ、その今までさこの音楽業界でさ無料配信をみんなやりすぎてたから、今やっぱその普通のチケット代よりは安かったとしてもさ高いって感じるじゃん正直。そう、それをいくらにするかっていうのを多分みんな探り合ってる、どうするどうする。で実際そのちゃんと音響さんとか照明さんとか入れるってなったら、まあそれなりの場所代もかかるしどうするどうするってなってる中、やっぱこうでも一番そのやっぱ言うてそれはどうなのっていう人って多分チケットを買う人よりかは買わない人だと思うんだよね。見てくれた人はもうこんだけのクオリティだったら確かにチケット代発生するわになってくれるかもしれないけど、そうじゃなくて情報だけを見てる人っていうのが多分もし多分なんか一番それどうなのっていう人の方が多いと思うっていうか、そんな気がするっていうかね。そうプラスアルファをねつけたいな。なんかそのチケット代がある程度しっかり、例えば2000円くらいのものだとしたら、例えば限定なんかグッズのなんかこう郵送で送れるものとか、形に残るユーレオコンテンツとかそういうものがね届けられるんだったらいいなと思うけど、最近ハマってるアーティストは自宅ライブして1000円だったけどみんな安い安いって言ってたね。そういう場合もあるかも。配信で一括りに見えちゃう、そうなんだよ、配信で一括りに見えちゃうなと思う。チケット代高くていいからデータが欲しいなって思います。なるほどね、うん、そうマジな話、それはね多分ね今ねめちゃめちゃリアルタイムでみんなね考えている最中なんだけど、そう、まあ、でもなるべく安くはしたいなと思ってる。あとねこれすごい難しい問題で、ライブの予定があった日に、例えばだけどライブの予定があった日にそれの代打で収益が生まれるようななんかそのイベントとかをやると、その言ったら保証の対象になるみたいな問題もあるわけ。あのただそれを無料で行うと保証の対象にならないみたいなのが今あるの。ライブ、例えばだけどライブがある予定だった日にチケット代がかかるネットイベントをやると保証の対象になるけど、それをフリーライブにすると保証の対象にならないみたいなのがあるのよ。いや箱側じゃない、箱側じゃない、あのね なんつうんだっけな、送りの話、送りの話。そうでもそれってさ超大人の事情でさ、お客さん結構関係ないから、実際こっちはさその保証対象になりたいから有料にします、でもあの保証対象にしたから有料にします、でもまあその言ったらお金かかるわけだからみんな無理しなくてもいいよってどれだけ言ってたとしても、あのえ金取るのっていう人は絶対に出てくると思うのだってこっちの事情だから。でそれをあんまりお客さんに日々巻き込みたくないなと思って、有償じゃない有料化するんだったらそれだけのものにしたいっていうか、会社でもそれある、補助金、そう補助金補助金、そう補助金がねもらえるかどうかとかでね、そう複雑な話なんだけど、そうそれって結構大きな違いだから、なるべくねうまいところこうみんなにも納得してもらいながら、あの今後ネットでイベントとかをやるときに、まあ大人の事情にあんまり巻き込まれないでみんなも普
通に、あそれなら楽しみとか、じゃあ今回無料の方で楽しもうとか、そういう風になんかこう、ね、みんなが納得してもらえる形にしたいなと思いながら、うちの箱その辺どうなってるんだろうってすごい気になってきました。ライブハウスで働いてる方はね、そうよね、働くと休業保証しない、うん、実績ないと差分わからないからか、そう、あ、そう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 、そういうこと、説明ありがとうございます。美佐子さんのお考えはいつも大天使ですよね、慈愛に満ちています、レッツイ。配信チケットに特典をつけて差別化して一般のチケットを休めにしたら、まあ一番ね、そういう例えばその無料だけどいつものツイキャスで見てるような感じの画面と、あとこうプチ特典とかがついてて、ギリギリいろんな兼ね合い、例えば箱代とか、その関わってくれてる外注スタッフさんとかにお給料を払えるだけのギリギリのラインでチケット代とかをね決められたらね一番いいと思うんだけどね、うん、画質で差をつけるとか、そう画質とかでね考えながら乗り越えないとだよね、同じです。そうだからなんつうんだろう、全部有料にしちゃうのは正直、例えばだけどかまってちゃんとかは違うかなと思ってて、でもうなんか例えばだけどバモンでさ、その6月10日にさ、いつものあのマニピュレーターさんとかさ、撮影スタッフさんとかもさ入れてあれしてたけど、やっぱそこら辺も私も500回予算大丈夫ですかって言って、大丈夫ですか6月10日のハラッパライブ。そうあれとかはそう完全無料だけど、なんかまああの何かしらいろいろ考えておいて、うん、で6月10日ね、そう6月10日に放送される分はあの有料じゃない、無料無料無料だよ、見に来てね、よければ。あそう、冒頭20分無料、その後有料ってたまにありますね。そういうのもあるよね、ニコ生とかでかつてあったやつとかもよくあるんだよね。まずグッズ売りまくるのが一番いいのでは。でもね、グッズってすごい難しくって、なんつうんだろう、グッズってなんかそのまあそれ、うん、まあそのほんと携帯によると思うけど、うちらの場合はそのグッズが売れた分アーティストに入る分の割合が高いの。だからそグッズの売り上げを直接そのまんまそのなんつうかあの雇わせていただいたいつもお世話になってるようなスタッフさんにお支払いする分って考えるのはちょっと難しくて、30分だけじゃないね、全然やってる、超嘘じゃん、葉っぱ売ろうよ。葉っぱ売るは新しすぎ。そうなんだよね、でそこを変えればどうにかなるかもしれないけど、そうだから原っぱライブは基本的にはあれも本当になんていうかそのまあ宣伝的な要素が強い、 CM を打つのにお金かけるのと同じような感じで、まあ一応やらせてもらってて、でもまあいろいろ考えてられる、その、うん、結構しっかりちゃんと撮ってるから、クラウドファンディングとはチャレンジしてみたりしないの。まあでもそのクラウドファンディングとかやるんだとしたら結構先の予定で、きちんとそれが何に使われるかっていう目標を立てないとあれだから、それでなんかこうやりたいことっていうの今のとこ決まってないから、今は難しいかもしれない、結構目下の話のことばかりだから、全部ハラッパライブだから、もしよければ本当無料だからぜひ見て、スタッフのグッズも作ろう。スタッフのグッズもTS の予算もらって使い込むのです。あれだからね、あの万文とかまってちゃんのおかげも全部別だし、万文の中でも CD 作るお金とライブ
制作費とまた別だし、全部全部別なのお会計だから、 CD の売り上げの CD っていうか、まあ音楽関係の売り上げの分はそのまんまその次回の音源を作るための制作費とかに充てられるから、もし上がった分はね、もちろん赤字なこともあるんだけどそう、ライブ制作もライブで売り上げた分を次回のライブの方の制作費に回すっていう感じにしてて、もう全部バズ、もう全部分かれてるから、全部分かれてるから天野さん T シャツは悩む磯子さん今は生活大丈夫？そう、私個人的な生活は超大丈夫だ。だって今まずお茶爆入れてないし超大丈夫。それは事務所が優しいからもある。その固定給なのを、今多分結構大変な状況なんか、固定給は今まで通りの固定給でもやってくれてるし、大丈夫なんですよ、大丈夫なんですよ。PM とかはさ、もうすごい見さこるよ、すごい見さこる。情報出したかもめちゃめちゃ見さこる。なんかしょっちゅうホームページの情報間違ってたりするけど、なるべくそのなんつうんだろう、内々的なところとかをすごいしっかりアポを取ったりとか、なるべく頑張ってくれてる、きちんとした企業として頑張ろうとしてくれてるの、見さこるけど見さこるけどねっていう感じだから、私たちに対してもそのアコギなことは基本的に全くしてはこない。有料企業電波の組、そう、電波組さんのお金使い込めるっていうこともない、全くない。電波さんは電波さんの良さ。リリーベの曜日を間違っててもアーティストが大事されてるならいいし、本当にリリーベの曜日だけは本当にめっちゃ間違えるね。だからその曜日書かないっていうシステムにしませんかっていう子供何度か話してたんだけど、本当に間違えるから。でもあのあれね、ゴッドタン、ま、あのゴッドタンの関連のあの情報はあの PM が間違ってたわけじゃないそこに関しては。だから私に関わった人たちはいろんな人が見さこってくんだよ。それがテレビさんサイドだろうが、どこだろうが、いろいろ何かこうミスをするのはきっと私に関わってくれてるから、もうそういう運命なんですよ。私がパーフェクトミュージック所属のアーティストになった時点でみんな見さこるんです。感染率がすごい高いんですよ。だから全部が PM のせいだと思わないでとかね。あと細かいところだとさ、その最近のリリーベね、インターネット版もんでやってる時とかにさ、抜けちゃったお客さんとかいるけど、あれも PM スタッフが抜かしたんじゃなくてっていうことの方が多いあのだからもう本当に私がお世話になってる人たち全員ドジっ子になっていくんだ。一回も会ったことなくてもかまってちゃんとか番門が関わった瞬間にミスったりするんだ。それはめでてあげて、めでてあげて もしよければそういうことめでててあげて。パーフェクトじゃなくなってる、それはね、もう本当にそう。だって不完全な音楽をって言ってるからね。完璧主義なあなたに不完全な音楽をって、パーフェクトミュージックの社訓だから。早くこの事態が収まってまた DSPM のイベントに行きたいな。本当だよ、本当だよ、うん、早くみんなに会いたい。密したいね、汗のぶつかり合いしたいな。私ドラムだからそんなにぶつかんないけど、汗人にピエンピエンピエンだよ、ピエンパオンプインだよ。かまってちゃんはアンチ気味なお客さんをひっくり返して味方につけるのが醍醐味のような気がする。それも醍醐味かもしれない。でもさ、私昔なんだろうな、その
個人のアンチとかがさ、まあ、私そんないないけど、本当にずっとそんないないけど、本当にほぼほぼいないけど、アンチというか、例えばだけど晩門で美佐子だけ可愛くないとかもし言われてたとしたらさ、そういうのをなんつうんだろう、いやそうでもないかもしれないよって振り向かせるためになんかこうファボとかつけてた時期もあったけどさ、なんつうんだろうな、あのそこを振り向かせる時間を使うよりかはさ、好きな人をめでる時間を人生に使いたいなと思ったんだよね。だから昨今のそのなんか誹謗中傷系を気にするなっていうのは間違ってるよねっていうのはもちろん全然わかるっちゃわかるし、そもそも誹謗中傷するのが間違ってるのは大前提のもと、でもそこをその気にして相手にする、その人の言葉を信じるっていうよりかは、なるべく自分のことを応援してくれたり自分を肯定してくれたりしてくれてる人、いや本当に身の回りの自分に関わってくれてる人たちにのことに熱量をあの使ったりとか、その人たちのことを信用した方が、まあ、正直人生は有意義だなって思うから、なんかさ、そりゃさ、なんつうんだろう、超強固な身内3人にさ全肯定してくれてたとしてもさ、残りのどうでもいい100人がさ私に対してさ今すぐ消えろって言ってきたらさ、そっちに一瞬傾くとは思うけどさ、一番重要なのさ自分のことをめちゃめちゃ分かってくれてその3人じゃん。なるべくその3人の言葉を信じていきたいよね。だからその気にするなっていうのは間違ってはいるんだけど、気にしちゃうものだと思うんだけど、気にしないも合ってると思うんだよね。インターネット創世記の考え方なんだと思います。なるほどね、うん、そうね、難しいとこですけど、上の人めっちゃ暴れてるね、この時間に。そうなんだよな、考え方かな、難しいね、難しいよね、うん、難しいけど、誰のために生きるか、誰を信じて生きるかっていうとこってめっちゃ重要でだなと思って、なるべく自分を持つ持っていきたいなと思うよね。ドンキの音、ね、重い音が重い音が聞こえてきた、うん、だから結構割とどうでもいい人には割とどうでもいいこと、どんなこと言われても割と私はそんなになるべく気にしたくないなと思って生きてるんだけど、まあまあ逆に言うとめちゃめちゃ信用してる人に裏切られた時はやばいけどね。私はツイッター始める時に匿名にするかしないのか迷いましたけど、結局は実名顔出しでやってます。そうなんだ。緑猫ってお高い美佐子さんの魅力がわからないやつはアホだって言ってた。優しいね、自分すぐ見失ってしまう。でもモラトリウムも大事だからね、大事だからね、うん、私の上の部屋引っ越したのにずっと電気ついてて怖い。めっちゃ怖くないそれ、めっちゃ怖くないそれ。どういうこと、どういうことでしょうね、それめっちゃ怖いじゃん、どういう状況。それ怖いね、それ怖いよ、それ怖いよ、どういう状況。結
消し忘れであってほしい。いや本当そうだよ、消し忘れでほしあってほしいね。一瞬で入居者決まった説あとなんかなんだろう、あのお部屋内見とかでそのままつけっぱなしで帰っちゃったとかだったらいいね。あそう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 、それそれ、内見しに来て消し忘れ、消し忘れやきっと。いやそうだといいね。担当者冷や汗あき、そうだよ、担当者は今頃どうなってるんでしょうね。電話とかした方がいいのかな。あーね、管理会社とかに一報入れてもいいかもしんないね、もしその優しさがあの気が向いた時に生まれた時はやってやっかっていうタイミングがあったら一発電話してあげるともしかしたら良いかもしんないね。いやそうだよね、ブレーカーで普通落とすよね。で下手したらさ、その勝手に使ってるやからとかいたりしないのかな。ね、電気ってちゃんと手配連絡せなつかへんはずではの気持ち。確かに。そのうちドンキの音がするかも。もう5日くらいついてる。怖いくない。内見ね、内装工事が、なるほどね、お片付けしてるとかね。かまってちゃんのライブは年内は何かできそう。いや正直ね、コロナ次第なんですよね、正直コロナ次第。引っ越してないとか延長成仏するといいですね。もう幽霊じゃない、幽霊普通逆にね、電気ないところにいがちなのに。周りの部屋気にしたことないやね、私もあんま気にしたことない。なんか私住んでる家ってあの SRC 合ってる？わかんない鉄筋コンクリートの一番しっかりしたやつのはずなのなんだけど、割とその他の部屋の音は聞こえるのなんだけど、逆に言うと他の部屋の音も聞こえるから、私も割とそんなに音に気にせずに生きていけるというか、このように夜中に喋っていても大丈夫な気がするというか。音は何もしない、カーテンついてない。へえ、そうコロナ先全然見えないのよ本当に。そうコンクリでなんだけど、まあ、みんなその自分たちを音を出す人たちだから割とそうこういう部屋を選んでるのかなっていう気がするっていうか、逆にやりやすいよね。なんだろう、うるさいなって気になるタイプじゃないから、割とどっちかっていうとうるさい思いをさせてるなの方が気になっちゃうけど、割と夜更かしさんだから、なんか勝手に美佐子さん一軒家に住んでるイメージ持ってた。なんでまあでも部屋はね3部屋あります、リビング含めて。ここに今いるのがリビング。みんな生きてる音すると足するね。そう、私生活音好きなんだよね、生活音めっちゃ好き。ツイキャスとかのバックグラウンド再生が好きなんだけど、なんつうの、別にコメント読まれたいとかあんま欲がなくて、全く人の、そう猫いるしね。そう炊き込みご飯好きなイメージ。そうだからコーヒーゆっくり入れてる音とか聞いて過ごしたいもん、人のあのスプーンっていうアプリを、そのもう本当にロム線っていうか、まあ見るやつじゃないけど聞くやつだけど、一般人がやるラジオみたいなアプリがあって、それとかも本当にね、潜る専用でアカウント持ってたりとか、配信の話し方でよ、話し声でよく寝る。いやそう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 髪型さっぱりした。なんかね、そうでもそれスプーンはね、割とねその一回ログインすると誰々さんが入室しましたみたいのが出るから、入室しましたじゃなかったかもしれないけど、結構構ってくれちゃうんだよね。それが構わないでええねんって思ってたっていうか、そうそうそう、こんばんはゆっくりしていってくださいって、もうそれすら言われなくていいんだよね。
だから生活音とか聞きたいんだよな、日々で。なんかそれがリアルタイムだとより一層いい。なんか YouTube とかも生活音系あるじゃん、カフェの音とか。スプーンこの前初めて見たけど速攻で名前呼ばれて怖くて即アップリケーションそう、私基本潜りたいんだよね。基本潜りたい。犬を飼うようになってラジオつけっぱなしにしてるけど一人暮らしだから慣れると話し終えて安心する。確かにね。いやーなんかね、そんな感じで、そんな感じです。どんな感じ。美佐子さんは外出したりするときある？プライベートでは全然ないよ。ないっていうか、やっぱその私がもし万が一でもコロナになったときに迷惑かける人の量がやっぱ多いから、まあまあみんな多いとは思うんだけど、うん、例えばだけど私がコロナだったらさ、かまってちゃんと電波の通話もさ多分できなくなっちゃうとかさ、そういう感じになると思うわけ。って考えるとやっぱプライベートでは、で絶対に、仕事だったらもう本当に、まあ仕事もめっちゃ気をつけてはいるけどまだ仕方ないかなって思うけど、プライベートでコロナにかかった時のことを考えちゃうとやっぱ出歩けないなって思う。ストッキングには潜らないんですか？ストッキングって何？うん、ベランダからタバコの匂いがするとなんか大人な人住んでるのかなって思うとドキドキするね。私も隣の人タバコ吸ってると思う。時々洗濯物を干してる時とかに匂いがする時ある。 YouTube にある古本屋さんで店番する環境もめっちゃいいから聞いてみて。聞いてみる。美佐子さん体弱かったとか聞くとコロナは心配になる。そうだから私その喘息持ちだからかかった時に重症化しやすい方なんじゃないかなって思うよね。よその小学生の時とかは今より全然そのやっぱ体は弱かったけど、小学生の時とかに風邪ひいてそのまま肺炎になるっていうタイプだったから、ただの風邪でも肺炎になるんだもん。コロナで肺炎にならない方がちょっとおかしくない逆になるっしょ多分。かかりたくない、物理的に私もかかりたくない、重症化したくないからかかりたくないのもあるし、関わってる人たちに迷惑がかかっちゃうからって思うとかかりたくない、両方かかりたくない。よいしょ、見えた、見えた担当の方がいらっしゃいますね。地球人さんね。喘息持ちは怖いよね。いやそうなんだよ、気管支が弱い人はその海外でさ、あの気管支炎持ちの方がその自分はコロナにかコロナの患者だって言いながら唾を吹きかけられて、そのかけられた方が亡くなったっていう事件あったじゃん。その時に気づいたんで、やっとあれ私も喘息じゃないって思って。私の推しは喘息が多いたまたまなんてだろうね突然咳出ちゃったりしない、私は喘息でシールがあるってニュース見たよ。ああなるほどね、そんなのあるんだ、全然知らなかった。そうだから、うん、喘息の薬とかでも他にあるけど、あどれや、うん、そう海外海外。寝落ちして、どんどん寝落ちして、おやすみなさいおやすみなさい。見え張る。肺炎一回患ったことあるけど超辛かったですよ。そう、じゃあ超辛いよね。
しかも全然走馬灯とか見る感じじゃなかった。なんかあの小学生の時、小学3年生の時にその入院3回してるんだけど、3回目の入院の時とは結構なかなかその命的な意味で多分危なかったんだけど、入院する瞬間全然ね走馬灯とか見る感じじゃなかったんで、せめて走馬灯とか見て亡くなりたいよね。マジ苦しいっていうことしかなくて、あと鼻からの吸入があのうざかうざい取りたいって、でもそれつけてないと死ぬからって言われてうっすら覚えてる。もうその時はうざくてうざくてしょうがない。なんか多分雪山とかでさ眠くて眠くて仕方ない、でも寝ちゃったら死ぬみたいな状況の時寝ちゃうと思う私目先の欲望にとらわれちゃう最近はドラムの練習し始めてます、し始めてます、スタジオには入れております。昨日コロナに出会った良い医療従事者だから。そうなんだ、毎日お疲れ様だよ本当に。みんなねこうやって医療従事者の方々が働いてくれてるおかげでどうにかこうにか安心できるけど、切実に恐怖と背中合わせの人もいるんだよね。うん、うわ大変そうとかね。いやなんかもうなんていうか何もできないのが不甲斐ないよね。まあだから不甲斐ないけどかからないが一番みんなのためだと思うわ。かからない、うつさない。接客業してるけど明らかにマスクしてる人減ってきてる。それ本当にそうだよね、めっちゃわかる、めっちゃわかる、めっちゃ減ってるよね明らかに。めっちゃ気緩んでないって思うけど、暑くなって、まあそれはあるよね。そうなんか言ったらそのコロナに感染してる人が他の人に感染させないためにっていうのが一番のマスクの目的だから、自分がうつらないためにっていうのは一番はうがい手洗いが重要だからね。で2歳以下のお子さんとかは、うつさないため、2歳以下のお子さんとかは逆に熱中症とかのリスクが上がっちゃうからマスクつけさせないであげてくださいってね言われてるから。けどまあ意識的な問題あるよね。なんとなくみんなが気にしてなくなってるっていうのが一番良くないっていうかね。入店時だけでマスクしてほしい。まあ入店時にさあのスーパーとかも最近そのアルコール消毒させてくれたりとかしてくれるけど、場合によってはそのマスクつけてる人以外に入店しちゃダメっていうルールを設けても本当に全然いいと思うよね。最近寝汗で風邪ひいちゃう感すごくある。季節の変わり目だしね、なるべく気をつけていこう目に見える対策、そうコロナ対策、コロナに対しての気をつけてます忘れてませんっていう意識が見えるかどうかって結構重要じゃん飲食店行ってたんだろうなって2人組やら集団揃ってマスクを顎にして喋ってた、そういうとこだよって思っちゃったな。うん、結構人によって意識のさ、そうなんだよね、難しいよね。うち何も落ち着いてないから基本的に、うわーなんつうんだろう、5分行って戻ってくるだけのお買い物とかでもやっぱマスク私も未だにつけてるし、まあそう撮影時とかは話別だけど、東京スタジオ営業してる、まあでもかなり気をつけつつって感じ。
アイス、オーヤマとかユニクロから夏用のマスクがもうすぐ出る。あ、夏用マスクというものがね、素晴らしい。私も絶対マスクしてる。うん、まあして困ることがなければ基本した方がいいよ。冷感マスクしてるけどあんまり意味ない感じする。あ、そうなんだ。みんなね、ほんと、まあ、なんつうんだろう、気をつけてっていうか、その個人個人の意識が結局全員につながるからね。え、あれ、マスカラが取れた。全員で気をつけないと意味ないけど、新型コロナ無症状の感染が厄介だよね。そうそうそう、でもめっちゃいるらしいから、無症状で感染してる人たち、多分そのなんだっけ、サッカーだっけ、野球だっけ、なんかスポーツのなんか開幕するってなった時にさ、もうめちゃめちゃ雑な記憶しかないんだけど、抗体検査したら2人選手の中で 無症状で感染してる選手の方いたよね。めちゃめちゃざっくりしてる記憶だから、みんな補足して正直全然ひんやりしない。そうなんだ。そうだから、全く無症状でさ、多分さ、お互い感染をさし合ってる可能性は超ある。そうそうそう、美容性だっけ、陰陽性、わかんない。そう、徹底検査してわかる。ウイルスは持ってるけど自分には症状が出なかったっていう人がマスクしてなかった時に、症状が出る人に移しちゃう可能性があるからね。つけよう、マスク持ってる人はつけよう。マスクし忘れて家を出て何回取りに戻ったことが ADHD あるあるそう、人にね、そうそう、だって一生けど巡り巡って自分が住んでる社会がきつくなるだけだから、結局は自分に返ってくるから、物理的に。坂本選手は今年に入ってインフルエラ、このエアかなり災難だそうで、災難だね。この間電車で飲み物飲んで気管に入って咳止まらなくて、肩身狭くてすぐに隣の駅で降りた関係ないでちょっと咳止まんないって気分、私もめっちゃあるよ、うん、マスクしててもスカート履いてないで出ようとしたことある。それはそれあんまないな。それあんまないな。人工アホ毛みたいで可愛い。人工アホ毛みたいになってね、前髪上げてるだけなんだけど、このパクンっていうところの上から出てきちゃう。明日布マスク買ってこようかな。うちの近所使い捨てまだ不安定なので。あ、そうなんだ。でも今なんかドンキとかで 100円とかで売ってるよね、マスク。バリバリ売ってるよ今。バリバリ売ってるからみんなつけてるって思うね。ないならしゃあないかなって思うけどさ。うん、めっちゃ安いよ今。100円で売ってるって言ったら使い捨てじゃないからね。洗って使えるやつだからね、が100円で売ってるんだよ。使い捨てもっと安いからね。美佐子さんは電子ドラムで練習したりしない？電子ドラムって練習するとすぐ壊れるらしいよ。そのてっぺんのやつかわいい、かわいいでしょ。100均マジ100円。そうそう、黒いマスクとか。マスクよりハンドソープがない。まあハンドソープなくても石鹸はあるんじゃない。いい感じにマスク集めてるよ作った布マスク使ってるだけどさ、割と派手なさ布、マスクだからさ、割と二度見されるんだよ忍んでいきたいときはつけてない。
今日の値はおしゃれしてますっていう時につけてる。最近はスマホをハンドソープで洗ってます。防水、それ半端ないね。勇気あるね。仮に防水だとしてもその勇気ないな私。なんか壊れそう。コロナ前に牛乳石鹸懐かしくて買いだめした。あ、そうなんだ。牛乳石鹸肌にいいよね。マスクに水を入れて漏れてこないのがいいと伝え聞いた。へえ。まあまあ飛沫ってあれだもんね。水分だもんね。空気しか通さないってことだよね。よし。そろそろさすがにみんなを付き合わせすぎたので寝るかね。みさこ日付変わって今日晩もノリリーブあるから、もしぜひあのなんだ、うん、あの購入してくれるっていう方はもちろんのこと、購入しないけど配信だけ覗こうかなっていう人もよければ来てください。晩も公式ツイッターからついでそのお知らせ出ると思うので。寂しいな、ありがとう。寂しいか寂しいか。おやすみさこの時間ね。おやすみさこの時間、まあの前晩もあるんですけど、3時台になったら前晩まで行っちゃう。もう今あれしていいよ。あの眠たい人、ね、寝ていいよ。前晩まで行っちゃう。30分もありがとう。いや30分もね、10分も美坂の声ずっと聞いてたよ。本当前晩の時間くらいまで行っちゃう。モノくんまだやってんのかな、知ってる。前晩は今日はすごい中途半端な時間から始まるね。モノくんのこのモノくんはやってんな。モノくんまだやってんな。みぞさんの声がこもれた。かっこ寝てないけど。どこまでも付き合います。ありがとうね。3時8分から迷うと、あと30分ぐらいやっちゃうか。3時になったら終わりにしようかな。明日のゴッドタン歌流れるのかな。流れるはずですよ。今度こそ流れるはずですよ。お先におやすみなさい。おやすみなさい。噛んでるけど、おやすみなさい。え、まだ間に合った、嬉しい。そう、まだやってた。30分だけって言いながら超やってる。3時までやることになった。うん、じいちゃん起きる時間だ。そうそう、ヒップマイの名古屋ディビジョンの空母くんもこんぐらいの時間に起きます。3時ぐらいに起きる空母くん。やったー、気にせず眠かったら寝てね。だらだら話してるだけだから。いやと、でもなんかファンミーティング的な感じで話せてよかったな、みんなと。よいしょ。生きててよかった。そんなにカニカマ食いながら見てる。最高じゃん、最高じゃん。カニカマ今日のキャス始まった時爆睡しててツイッターのつぶやき見て落ち込んだが、まだやってた、まだやってました。寝落ち体勢に移動するか、寝落ち体勢に移動してください。じゃんじゃん移動してください。
もうミュートしてもいいし逆でもいいし音声のみにしてもいいし。起きてる起きてるよ。通知来なかった。え、通知来なかった、なんでだろう。メンタル救済配信私のメンタル救済配信かもしれない。病んでないけど、病んではないけどねえ、病んではないけどね。みんな寂しいよな、寂しいよ。みさこは寝れない、真夜中のオアシス。みさこさんは死後の世界とか信じる？全く信じてなくはないかな、全く信じてなくはないかな。例えばけどさ、その各国で死後の話とかがさ共通点があったりとか言い伝えられてる、その死後の世界のなんかなんだ神話とかさ、そういう話とかが共通点があったりとか、あとだろうな、あの全くないだろうなっていう方がちょっと不自然かなっていうようなことって結構あるじゃん。から絶対あるとは思ってないかもしんないけど、その可能性は全然あるよなとは思ってる。輪廻転生、伊佐子さんがおしゃべりしてるだけで本当に癒される癒されろ癒されろ。昨日はパワーの続きかなラジオ配信寝落ちする、なるほどね。前世とかね全くないわけではなさそう。火の鳥読んでそう、火の鳥読んでるよ。火の鳥読んでるっていうとなんかナウな感じになっちゃったけど、火の鳥読んでるよ、読んだよ一通り。りさこさんは人生は必然だと思うときある？あの必然だと思うと悲しいよねっていうこともいっぱいあると思うから、それを思い込んでるわけではないけど、なんか自分に何ができるかなってっていう使命感を勝手にこうなんだろう自分の中で感じて何かをするっていうのはあってもいいのかなって思うよね、と思うよね。なんだそれは、なんつうんだろうな、あの理解されない正義を振りかざすっていうのとはまたちょっと違くて、なんか誰かのために押し付けるっていうことでもないけど、結局のところなんつうんだろう、実行とできればいいと思うっていうか、こんな自分でも生きてて意味があるっていううちの理由の一つになったらいいかなと思う。今日は卵肌っぽくて可愛い。そうだね、確かにめちゃめちゃ卵感あるね。私卵っぽいね、形顔の形卵逆にしたみたいな。コンティニューコインバクって何、バクって何、バクって初めて知ったんだけど、これは絶対にこれをやんなきゃいけないんだって思い込んで生きちゃうと、ちょっとそれはある意味自由でもないし、なんか押し付けになっちゃうこともあるけど、なんかそうじゃなければ使命とか、まあ必然っていうとあれかもしれないけどね、思い込んで楽になれることがあるんだったら思い込んでもいいんじゃないかなと思うよ。どこもかしこも卵のカーブ丸いよね。伊佐子さんの声聞くの落ち着くけど会いたさが増す。ああ合ってる合ってる、今ネット上で合ってるよ。なるほどな、そっ
そう、なんつうんだろうな、みんなもう楽になればいいと思う。楽っていうのはその楽しいっていうのも含めて、喜怒哀楽も楽担当美佐子です。もっと気楽になってもほしいし、もっと楽しんでもらえたら一番いいよね。美佐子さん、スピリチュアルとか興味ある、占いって当たるかな。占いって言ってもよく統計学っていうこともあるじゃん。こういう星の巡りに生まれた人はこういう人生を歩みやすいとかさ。まあ当たることもあるよね、きっと。だから私おすすめなのは、当たると言われている占いに3カ所ぐらい行ったらいいと思うんだよね。それやりたいんだけど、私も3カ所ぐらい行って、全部のとこで同じこと言われてることって、まあ当たることの方が多いんじゃないかなって思うの。1個の占いを盲信するんじゃなくて、ここでもここでもここでもこれに気をつけろって言われたら、まあ気をつけた方がいいんやろうなっていう。うん、それはそうだね。そうそうそう、気をつければ、気をつけた方がいいこととか、何々したいんだけど具体的にどういうことを頑張った方がいいですかって聞くのがいいような気がする。多分。おやすみなさい、おやすみなさい。あ、明日も明日人狼もあるね。目白押しじゃん、人狼。DSPM 人狼。占いね、占いめっちゃ当たる占い知らん。めっちゃ当たるところに3カ所ぐらい行ってみたいな。私の今後の仕事運どうですかって聞いて、ダメですねって言われたらやっぱきついっていうかさ、仕事頑張りたくてこういうことやこういうことやりたいんですけど、どういう頑張り方をしたらいいですかっていうふうに聞いた方が希望が生まれそうじゃない。まあそれでも何やってもダメですねって言われることもあるのか。ちゃんと温泉入ったものくん可愛かったね。ちゃんと占いで言われた通り、温泉、西の温泉に行きなさいって占い師さんに言われた通り西の温泉に行ったけど、残念ながらモノ君には彼女ができなさい。そんな感じでしたね。ゲッターズさんの2020年の占いをネットで見て世の中の動きが当たって本当焦った。なるほどね。そう、ゲッターズさんはさ、まず人柄がすごくいい、ありがたいっていうか、なんか例えばだけど、バンモンディアツイフェストに出させてもらった時とかさ、ゲッターズさんいらしてて、で無料で占ってくれたりするんだよねとか、あと本を結構そのフリーでくれたりするから、なんかなんつうんだろう、無料でそうやって与えてくれる方の本だったら買ってみようかなっていうので、去年末買った、買って去年末だと、また次その本は買わせていただいた。少しでも足しになったらいいなと思って、いろんな意味で。目覚まし占い見れた時大体会の方今占いも透明のシートとか間にあるのかな、あるかもね。そう、 YouTube の占い楽しいから、ぜひやってみて、みんな。なんか楽しいだよね、 YouTube の占い。タロット占いとかがさ、やってたりするんだよ。でもちょっと前版のネタに少ししてるところもあるから、あんまネタバレにしないようにしようかなと思うんだけどさ、やっぱね、前版も結構カットしてもらってあの尺になってるから、もしかしたらあんまり詳しくは流れないかもしれないけど、占いを元にして人生を良くするのが目的で、未来を決めつけるものではないって占い師さんいたね。いや、基本的に絶対そうでしょ。だって決めつけられたところで、それで意思が変わっちゃうような、もしことだったらさ、なんかなんだろう、そこ
こまでのことではないんだろうなと思うっていうか、ただ心構えが増えるだけだからね。暴れてるな上が。大丈夫かな。私が占えるようになったらいいなと思うけど、私全然霊感とか例えばないからな。スピリチュアル的なものも多分ないからな。テレビの占いは女性目線だからラッキーアイテムとか女性ものが多くてしょんばりする。なるほどねなるほどね。お茶ありがとね。モノ君がたたり行こうと思ってたっていうのは私も本当にそうモノ君が言われた通り、石の温泉にいて彼女がポッとできてたら私もその占い師さんとか言ってたと思う。私も霊感ない、時間はないんだよ昔から。確かに占いやっぱ割合としては女性の方が絶対好きだもんね。エレベーターの占い見てる。エレベーターの占いって何？エレベーターの占いって何？確かに空きアイテム赤のピンヒールとか言われても確かにね。赤のピンヒールに関しては女性もあまり持ってないんじゃないかな。占いは振り回されるから最近は見ないようにしています。なるほどね。夢占いとかたまに見るかも。夢占いっていうかさ、夢診断みたいな感じで、こういうものが出てきたらあなたは今こういう心情とかこういうことを抱えてるってこう診断してくれるやつあるじゃん。あれとかは割と自分のことを知るきっかけにはなるよねきっと。私同居人ちゃんがすっごいゾンビに追われる夢、ゾンビがめっちゃ出てくるらしい夢に。まだやってたよ実は。お疲れ様です納品中の店長。この時間にミサコの夢過ごそう。ミサコは本当に本当に何だろう、そのコロナ自粛期間中特になんだけど、マジでお客さんばっか出てた。その顔を知ってるファンの人ばっかり出てきた。マジで状況をいろんな状態で変え、なんかなんつったら普通にバイト先の人みたいな感じで、別にファンとして出てこない時もいっぱいあったけど、マジで立場を変えてファンの人がマジで夢の中に出てきた。ファンの人ばかり出てきた。よく考えたら、なんつうんだろう、人によっては家族より合ってるからね、全然。深層心理に近いのかもしれないね。あと、記憶の整理っていう要素強いからね、夢の場合。昔、飛行機が落ちる夢はよく見た。それなんかありそうだね。エレベーターの画面にニュースみたいに占いが出てるの。いや、そうなんだ。エレベーターって自分が住んでるエレベーターの画面なのかな。割といいとこに住んでるね、それつまり。夢占いで口から血出る夢見て金運上昇って書いてあって、その日に家の前で1000円拾いました。そんな分かりやすいやつあるんだ。めっちゃ当たるじゃん夢占いそれ。ファン冥利につけるな。いやめっちゃファンの人出てきたよマジで。かまってちゃんの同じ職場って設定の時あった。そういうのもあるよね。なんかでも逆に私推しが出てきたこと全然ないな。アルミンとか全然出てこないわ。夢も人によって見え方違うらしい。セピアとかフルカラーとか自分目線とかテレビ見てるみたいとか。あね、そう、二人称三人称面白かったりするよね。二人称三人称ショーじゃないね。美佐子さん、デパさんとツーマン楽しみにしています。ファン誰が出てきた。いやもうあれもこれも出てきたよ。
顔知ってる人しかさすがに出てきてないけど、ツイッターのつぶやき見て美佐子さんの夢にファン出演させてくれるの美佐子さんらしさかも。でもね、あの、なんだろう、悲しい時もある悲しい時もあるよ。なぜか私が嫌われてるとかで不安もあったのかもしれないね。忘れ去られちゃうんじゃないかな、この期間の間にっていう。いつも発注忘れておにぎり1個しか来てません。スタッフに呼ばれてるところで目が覚めます。悲しい。夢の中でも店長ですが、それだけ仕事のことを一生懸命考えてるということがね。初めて万門のライブ行く前日、美佐子さんとチェキ取る夢見て、マスエに見に行ってきたの嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。私も、のこさんを悪者から助ける夢見たことあるな。ありがとう、助けてくれて、のこさんを。トランポリンの夢よく見る。へぇ。飛びすぎて焦って手をパタパタして着地する。へぇ。夢の設定出たら、夢の設定デタラメでもしんちゃんの不思議だよね。いや、ほんとそうなんだよね。超デタラメの時あるよね。めっちゃデタラメの時ある。謎なんだよね。あと、そのなんだろう、例えばだけど全然姿形そうじゃないのにこの人だってしんいう設定の時ない。例えばだけど、なんつうの、全然うちのお母さんに似てない顔なのにこれが私のお母さんだって思い込んでたりしない、夢の中だと。あれ何なんだろうね、不思議じゃない。いや、店長さんマジでお疲れ様です。おにぎり1個とかクソ忘れる。いや、そりゃそうね。なんで1個だけだったんだってなるよね。バンドマン精神よりアイドル精神の方が強い感じかな。そうでもないけど、そうでもないけどね。あるある、わかる。うん、おにぎり1個なら食べて隠蔽する。そう、ありえない人物設定よくある。夢でバカデカ UFO を見た時泣きそうになった。バカデカ UFO を見たいけどな、私。好きでもない知り合いが出てきて会った時めっちゃドキドキするのもある。なんてだろう、はあ、なるほどね。あのさ、なんでかわかんないんだけど、かまってちゃんのメンバーでいうとのこさんが圧倒的に出演率が高いのよ。圧倒的に。理由わかんない。のこさんのこの前の夢のつぶやきちょっと切なかった。今週千葉銀がなぜか夢に出てきて一日中心の中でガチ恋できた。一日中なんか一日くらいか。夢に出てくる人には絶対出会ってるって聞いたことがあります。まあ、道ですれ違っただけの人は夢に出てくるみたいです。ああ、なるほどね。記憶に残ってるのかもしれないしね。のこさんでビラ、そう、なんでかわかんない。怒られてたからかな。怒られてたのこさんに。そうかもしれんね。インパクトかな。インパクトかもしれんね。うん、なんでだろうね。わかんないんだよね、それは。のこさん妹いる夢見た。あ、ね、そう、見てたね。妹がいる設定で夢見てた。あ、夢でよく配信も見るしライブも行ってる。なるほどね。夢でライブ参戦してほしいね、今この時だから。ちなみにだけど、ファンの人めっちゃ出てくるのに、あの、全然ライブの夢ではないことの方が多かったね。全ライブではないことの方が多かった。ライブの夢はあんま見なかったかもな。でもよく見るライブの夢って大概そのドラムのセッティングの立て付けが悪くて、ライブ中にすごいドラムが倒れちゃうとか、そういう夢ばっかすごいよく見る。ライブ以外でどうやってファンが出てくるか不思議。いや、だから本当にね、バイト仲間とかで出てくるんだよ、ファンが。その中ではそのファンの人っていう設定でもないんだよ。でも見た目がファンの人なんだ。とか、私の同級生とかと混ざってというか、その時はだから同級生っていう設定で、多分そう、なんか、なんだろう、校外学習行ってるとかね、そういう夢見る。ね、そ
そういう夢見るね。そういう心理的距離感、そうかもしんない。ファンの人のこと友達だと思ってるかもしんない。でも一番そのなんつうの、嫌われたくない友達だからいいとこしか見せんけどね。うん、いいとこしか見せてないのかもわかんないけどね。このビジュアルで言ってるけど、さっきも言ったけど。あ、やっぱ鼻とほじってる姿とか見せたくないもんね。おならの音とか聞かせたくないもんね。パラレルワールドみたいで面白い。学校の夢を大人になってから見るときあるね。あるんだよね、うん、ただの悪夢じゃ、悪夢じゃない、悪夢じゃないよ。私さ、あれみそのさん、あ、そう、ほじ突っ込んでるのはなんか大丈夫。例えばだけど変顔も大丈夫。てない変な顔しちゃった瞬間とかが一番見せたくない。ネタに振り切ってる時は平気なんだけど、急に小学生時代の友達出てきてびっくりすること。なるほどね。あ、夢でライブ参戦、ライブ前に割と見る、チケット忘れて焦るやつ。私もなんかその遅刻する夢とかすごい見る。寝坊する夢とか。そう、みそのさんがテレビでめっちゃおならしてるそのプライベートの映像とかを正々堂々とテレビで流してて、つえなって思った。そう、みそのさん、高田久美さんの妹のみそのさん。今日みそこさんめっちゃ可愛いぞ。くつろいでるからかな。なんだろうね。実際今日可愛いっていうこともあったりするのかな。小学生の時に田舎だから線路丸出しの電車だから線路に石並べる夢見て、友達に話したらやってみようってなって、その後親呼び出されて泣いた思い出があります。それやばい、やばい夢だね。強いけど引いた。なるほど。私寝てるときおならするらしい。かっこ旦那旦。朝報告される一日嫌な気分。なんかさ、なんかさ、コントロールすべてできればいいのに、寝てる間とかコントロールできないじゃん、きっと。みずこさんのおてこは好きすぎてやばい。よかった。あ、ね、あと2分で終わりだよ。もう3時になっちゃう。コントロールできてさ、おならの音とかがさ、せめて可愛い音とかだったらさ、まださ、いいのにね。何の話してんだ。プッとかさ、プッて、可愛いおならの音だったらまだいいかもしんないけどさ、やっぱさ、お父さんとかがしてた感じのバッポンみたいな、おならの音寝てる間にしてたら辛いよね。おならって大好きなんだよね。おならネタ笑っちゃう。あの YouTube の番4チャンネルでさ、ゆっちゃんがさ、相方がおならしてたらどう思うかみたいなさ、ドッキリやってた時の回めちゃめちゃ好きなんだけど、よければ笑いたい時見てください。ピンとかポフとか。あ、屈強な音こっててほしくない。あ、旦那さんも寝てる間にしてるよ、してるよね、きっと。JR の駅員さんから小学校にやっちゃいけないことの下敷きを配布されました。そうなんだ。
そうだね、線路に石を置いちゃいけない。確かにわざわざ言われないと分かんないもんね。めっちゃ笑っちゃった。お父さんの後のトイレ大丈夫ですか？大丈夫です。高速のヒーターでおならしながら歩いてたおじさんみたい。めちゃめちゃお腹の調子悪かったんでしょうね。楽屋ですぐ屁をこくのはポンですか？マンモのおならの音は聞いたことないな。それこそ千葉銀とかは割としょっちゅうしてたけど。逃げっぺとは。あ、3時になった3時になった。みんな今度こそおやすみなさい。そしてあともう10分以内に関東圏の人はマヨ版があるので、よければ見てくれ。せっかくここまで起きてくれたから。茶葉銀、そう茶葉銀をね、茶葉銀はしてましたね。みちゃこありがとう。好き。いやこちらこそやで、みんないい夢見ろよ。みさこを出してくれてもいいんだよ。今時じゃないや、今なら出演料は負けてやろう。間に合ってよかった、間に合ってよかった、まあ、間に合うぐらいのロングタイムやってたか。毎晩見て寝る、毎晩見て寝よう一緒に。ありがとう、いろいろ見えた。いろいろ見えたと。おやすみな、おやすみな。配信楽しかった、ありがとう。間に合う、嬉しかった、ありがとう。こちらこそ。こんだけ話したからみさこさん出てくるし。いやそう、こんぐらい話したらさすがに出てくるでしょ。最後に変顔してみんなに変顔のみさこしか出さないようにしようかな。ラストの記憶で夢に出てやろうかな。名残惜しいけど休みさこ、いろんなお話楽しかったよ。こちらこそ。発注完璧にする夢を見るぜ。そうだね。完璧の発注をする夢を見てください。せめて仕事中の夢を見ないようになったらよりいいんだけどね。変顔。大変に楽しい夜でございました。よかったよかった。おなら読んでくれてありがとう。こちらこそよ。こちらこそよ。じゃあ変顔するね。で、今日20顎したから20顎確認ちょっと作っていくか。あ、いいねいいね。じゃあ3、1で変顔するね。3、2、1。今日のみさこはこんな姿で登場します。変顔みさこも愛してあげてね。もしくはかっこよくドラムを叩いてるみさこでもか。おやすみさこ。バイバイ。